僕ですね、うん、じゃあ僕ちょっと相方のお兄ちゃんの話。お兄ちゃんやな。はい、僕お兄ちゃんとやってるんですけど、まあ、今はすごく仲いいです、うん、すごく仲いいんですけど、そりゃそうですよ。あの、まあ、僕に対してずっと立派な兄でいなあかんという意識があるんですよ、うん、お兄ちゃんだから。お兄ちゃん、お前のお兄ちゃんやから俺はなんか何にも屈さへんぞって、まあ、すごい弱いんですけど一回その、まあ、マクドナルドで僕らちょっとネタ合わせしてまして、はい、で夜中、うん、で、まあ、ネタ合わせ深夜バーってネタ合わせしてたら後ろに女の子が座ってたんです、はい、で女の子一人で座ってて、まあ、おかしいなと思ってたら、だから酔っ払いがね来てね、深夜なんで、うん、でその酔っ払いが、まあ、女の子と全然知らないじゃないんですけど、うん、席について女の子の席について、うん、女の子なんか口説き出すというか、姉ちゃん何してんねんみたいな、わーって言って、で僕もこう気づきながらお兄ちゃんと、ね、うん、でもまあ我関せずでもネタ合わせバーってしてって、で、ね、もうずっと酔っ払いが何してんやな、ちょっと飲みに行こうやみたいな言ってて、うん、そら、ある お姉ちゃんがあまりにもその無視するもんやから、うん、酔っ払いがカッて頭にきて、はい、てかお前ブスやな、うわ、で僕もそのこう座りながらお兄ちゃんとこう目が合うわけです、うん、でお兄ちゃんもなんかこうどうしようって、うん、でも弟が見てる前やしなんか、うん、でも俺も無視できへんなみたいな、うん、なんかこう複雑な、うんうん、でお前お前ブスやなってこう酔っ払いが言った後に、うん、僕のお兄ちゃんに、なあ兄ちゃんお前もそう思えろ、こいつブスやろって来たんですよ、うん、でその瞬間に僕お兄ちゃんとパッと目が合って、うん、あ、でお兄ちゃんがでも弟見てる前やから、うん、もうその悪い力には屈さへんという、うん、屈しちゃダメだ、うん、バーって立って、うん、お前がうるさいんじゃんって言ったんですよ、うん、でパッて言ったらもうめちゃくちゃ手震えて、うんうんうん、バーってお前がうるさいんじゃって言ったら、うん、その酔っ払いがあってなって、うん、そのハンバーガーを頼んで、ハンバーガーをお兄ちゃんに、お兄ちゃんがもハンバーガーをね酔っ払って、まあ、5個ぐらい頼んでたんです、分からず、でバーってなって、お兄ちゃんもってなって、えっ、僕もえっってなったら、もうお兄ちゃんにバーって掴みかかって、 お前こらって言って、でも、うん、お兄ちゃんはもうちょっと泣いてるんです、うん、でも弟の前やから お前やかましいんじゃお前とか、でも弟の前やからもう強気、うん、でも泣いてるんですよ、でも僕もかわいそうやから、ちょっとやめてください、警察呼んでください、ちょっと店員さん警察呼んでくださいって言ったら、その酔っ払いがやばい警察呼ばれると思ってバーって逃げてくる、うん、はい、で、はあよかったと思って、でお兄ちゃんもなんかちょっと弟の前でこうボロボロに振り回されてたんで、うん、でもこうかっこいいとこ見せなあかんから、おだるいわケチャップだるいわバルケチャップだるいっていう、こう指もめっちゃ震えてるもうほんまこのケチャップとかこう買ったばっかり、マジ買ったばっかりやし、だるいしマジでだるいしって言って座ってコーヒー取ろうと思ったんですけど、もうそのコーヒーが手震えすぎて全然違うとこ取ったんです。でもうわお兄ちゃんめっちゃもう僕のためにこんなにかっこいいとこ見せてくれてありがとうと思って、逆にもう嬉しい、ありがとうなと思って、でも僕も気使ってお兄ちゃんに、そやなあの人が悪いな、でそっからね1ヶ月ぐらいして、僕お兄ちゃんのバイト先でいつもネタ合わせしてるんです、はい、駐車場、立体駐車場バイトしてて、はい、でそこに僕が行って深夜ネタ合わせするんですよ、うん、でそこに、まあ、お兄ちゃんとネタ合わせバーってしてたら、あのヤンキーが車取りに来たんですよ、うん、で車出す寸前に窓からタバコをねパンって吸ったんですよ、で僕がその時に言わなきゃよかったんですけど、あ捨てたって言ってしまった、でそのせいでお兄ちゃんがちょっとまたそのあ弟がなんか悪いのを見つけた、まあうん、ここで言わへんのも、うん、なんや お兄ちゃんに舐められる弟に、うん、だから、うん、もうそのゴミをお兄ちゃんパッて取って、うん、ヤンキーの車をバー走ってって、落としましたよって言ったんです、うん、お兄ちゃんが、うん、そしたらヤンキーがバーン出てきて、なんじゃお前おらって、でもその時点でお兄ちゃんもあやってもうたみたいな感じな、うん、で捕まれて、うん、おらお前なおいみたいな、なんじゃお前って、うん、でお兄ちゃんもはお前がなあのやったんやしなみたいな、もう もう泣いてました、その時はもう泣いてます、完全に泣いてます、ブルブル震えてました、でバーって言い合いしてたんですよ、 お前店の前で捨てんなみたいな、お兄ちゃんも、でわお兄ちゃんもういいのにそんな、僕も遠目から見てるんですよ、バー振り回されて、でヤンキーが最後に、てかお前なさっきからめっちゃ口臭いねバーンってお兄ちゃん投げたんです、お兄ちゃんバーンってこう
その下アスファルトに、うん、で車バーン乗ってブーンって行って、うん、立体駐車場には僕ら2人だけ で、うん、で僕そのどう言葉かけよう、うんうん、そんな弟の目の前でブリブリに振り回されて、うん、どう言葉かけよう、うん、でもうわどうしようって言ってお兄ちゃんがもう遠くからバーって歩いてくるんですよ、うん、うわどうしようなんて声かけようと思ったらお兄ちゃんがめっちゃ震えた手で、うん、おっしゃーって言って、うん、どうしたのと思って、うん、おっしゃーエピソードトークできたって言ったんですかわいいなかわいいかわいいお兄ちゃんでした、うん、でもお兄ちゃん結局ここには出られへんよその悲しさがあるその悲しさがあるそうなんですオーディションで落ちてんね落ちてるんですめちゃめちゃいやー、滑らんなー、いいですね、いや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 ー、滑らないんですけどもまだ出てないよな、うん、はい、まあ、本当お願いしますそうやんなそうだよなさあ、あんたはいさあ、行きましょうまだ、まだ1回いるやで、僕の知り合いにですね、まあ、あの武田という男がいるんですその武田という男がですね、はい、あのまあ、結婚しまして、はい、であの奥さんが妊娠をされてるんですね、はい、そんな中やっぱりちょっとムラムラしちゃってるみたいで個室ビデオというところに通ってねこれね風俗ではないんですけどそうそうね、うん、分かんないまあ多分青木とか分かんないから説明しますと、うん、まあいわゆる普通のレンタルビデオ屋さんみたいな感じでエッチビデオ何本か5本ぐらい借りるんですよ、はい、そしたらあのお金払って、うん、あの個室に入ってあのなんかねワイヤレスのヘッドホンみたいなの渡されて、うん、中で一人で見て、うん、まあ一人で、まあ、終わって帰ると、うん、ただそれだけのことなんですよ、はい、なんか女性が入るとこじゃないんですよね、はい、で浮気はいけないと思うからそういうとこ行ってたらしいんですよ、うん、したところですね何回かそこに通ってたら、うん、やっぱ奥さんが何かの表紙そのレシートみたいなの見て、はい、またあのレシートもなんかなんていうのかな一人でできるもんみたいな店なんですよ個室ビデオ鑑賞室一人でできるもんみたいなちょっと勘の一緒なら分かるよね、うん、何これってエッチなお店でしょみたいな話になって、はい、ないちょっと怒っちゃって、はい、まあそれで分かった分かった行かないよってことになったんです、はい、しかしですね、まあ、ある日こう池袋のネオン街をこう帰る前に歩いてたところちょっとまあやっぱ いろんな可愛いお姉ちゃんがいるもんですからテンションがちょっと上がっちゃってやっぱ行っちゃったらしいんですね、でも別にまあ終わってタクシーに乗ってタクシーの中でこうやってレシートをあっと思って、はい、レシートをこう出してこれだと思ってビリッと破って灰皿に入れて帰ってよし大丈夫っつってもう帰ったんですってで普通にガチャッと入ったら奥さんがどこ行ってたのって言うんですよ怖だからもうそういうなんかね女性の勘じゃないですけどもだからえ何が遠山何って言ったらいやだからどこ行ってたのいや仕事だよと嘘でしょってなんか言うんですってだからと思っていろいろかんそんで考えない一瞬で、ね、ちょっと待てよと、うん、目撃者だろうと、うん、目撃者って言ってますよ店員いや店員違う出て行った時すぐタクシー乗ったら大丈夫絶対大丈夫と思ってもうここは行くしかないともう切れるしかないと、うん、ふざけんなよ、うん、人が仕事から帰ってきてなんだよもうその言い方よ、うん、これ行くしかないと言ったんですってしたらじゃあ何よそれって何よそれって言うんですってそれはいあの、うん、ヘッドホンつけっぱなしだったんですよもう前のことがあるからもうこれで分かるよね聞けないんですよもう男は、はい、知らねえよ音楽聞いてんだよって言って音楽って何よカバン出しなさいって元がないじゃない元が本体が iPod 見たのがないじゃないうるさいって言ってこれを外してバーンってやった時に、うん、こう隅にこうやっぱりね、うん、一人でできるもんみたいなヘッドホンの横にやったら奥さんバーって入って長馬に泣き始めて子供が生まれる全然しづらいんだ口を聞いてくれなかったそこまで不潔なもんじゃないんやけどねそうなんですよ本当そうなんですよ、ね、まあまあでも奥さんはさ、ね、ありがとうございますいやすごいななるほどいや一番ねおー一応うわ
ジオーディショントップバッターは M1 グランプリ2018ファイナリストトム・ブラウン日曜。日曜のちょっとなんか話を想像つかんというかやっぱちょっとね怖い感じするじゃないですか。そうミステリアスだね。ミステリアスな。それこそ昨日お昼から夜に行けなかったんで、はい、M1 グランプリ。あそうか。今日はもう昼から夜に行きたいと思って。行きたいね。行きましょう行きましょう。ね、頑張りましょう。独特のスタイルで M1 ファイナリストにもなった個性派漫才師。微笑みの陰に怪しさがにじみ出るお笑い界の怪人。メシャリの実力はいかに。私の、前お付き合いしてた女性のお話なんですけども、はい結構派手な感じの女性で、その、まあ、耳にもこうピアスつけてて、うん、こう全身にもこうタトゥー入っててシングルマザーの女性なんですけども、まあ、この入ってるタトゥーが全部に意味がある、はい、でこの手首に、お子さん2人いらっしゃって子供の名前がここに入ってて、一番目立つところだからこう名前がこう大事な部分だから入ってるとか、こう背中にもこう入ってて、左の背中に天使の羽のタトゥー、右の背中に悪魔の羽のタトゥー入ってて、人間の二面性を表してる。でこの唇の裏、そんなところ、これ粘膜でものすごく痛いらしいんですけど、そこにラブっていうタトゥーが入ってて、これはあの愛には痛みが伴うってこう意味があるんですね。深いね。なんかでこう一番気に入ってるタトゥーはどれなのって、これ、はい、胸のところに炎の鎖のタトゥーがこうグーッと入ってて、でこれは何なのって聞いたら、これには何の意味もないらしい。ありそうやろね。めちゃめちゃありそうやん。でも僕はこう興奮して、これ逆に深いなと思って、うん、こうテンション上がってこの炎の鎖に沿って舐めたという話です。なんやねん。何も意味ないところで終わったよろしいっすよ。激もやんけ。めっちゃキモい話やった。めっちゃ面白い。なんなんそれ。ありがとうございます。もう終わりやで。一人一個やで。せや忘れてた。お前怖いやで。あれで終わりってこと。それ正直7つ目の話じゃん。亡くなってからの三角話す時やで。はい、これあの高校生の頃の修学旅行の話なんですけど、あの僕今まで小学校中学校高校っていうの修学旅行に行ったことがないんですよ、うん、で小学校の時はあの腕の骨を折ってまして、みんなの迷惑になるから行ったらいかんと、うん、で中学校の時は前日あの張り切って長風呂してしまいまして、熱40度出してまして、うん、風呂行ったらあのもう行ったらいかん言われまして、であの高校生の時にそのまあ中学校の時にそのまあちょっとグレてまして、うん、もう高校行くつもりなかったんですけど、うん、お母さん高校だけ出てくれっていうことで、あの高校のパンフレットで、あんた修学旅行行ったことないやろ、うん、この福岡第一高校という高校は修学旅行がハワイよ、それは行きたいっつって、で本当勉強もしなくていいんで、あの行けるって言われたんで、うん、じゃあ僕行くっつって高校入ったんですけど、で修学旅行楽しみにしてて、あの高校2年生のその冬修学旅行の前日にもう荷物も準備して、うん、もう待ってたわけですよ、うん、であの7時に起きる予定やったんですけど、うん、朝5時に母親に起こされまして、うん、まさきって、うん、でバッて起きたら2時間前やし、まだ暗いし、いやまだ早いやろっつったら、いや警察が来てる、うん、はぁっつって、うん、警察何っつってパッて見たら、本当にスーツ着たおっさんが僕のベッド囲ってるんですよ、うん、これで、うん、え何っつったら、佐田まさきだなって言われまして、うん、はいっつったら、うん、逮捕状だと言われまして、身に覚えないかっつって、いや確かにあるんですけど、あったんですけど、ちょっと待ってくれと、あと2時間したら俺はハワイに行くわけや、なんでお前その2時間前に来るか、俺行ったことない修学旅行で、いやそんなん関係ないと、荷物準備しろって言われました。いや確かに修学旅行で荷物準備しとったけどね、これはその留置所とか入るために用意した荷物じゃなくて、ハワイに行くための荷物なんですよつって関係ないって言われて、その頃は未成年だったんですけど、玄関ですぐ手錠をかけられまして、縄で縛られて、いや面白いな、はい、本当になんか修学旅行行ったことないんですよ。はあ面白いな。いや面白い、すごいねえ。はい、
まあ本当これ もう短い話ですけど、はいはいはい、ちょっと前ですけど、はい、うちの残念な兄と大阪に仕事新幹線で向かってまして、はい、もうえらいよ寝よるんですよ、うんうん、ね、うん、寝てるんで新幹線着いたんで、うん、おい着いたで言って、うん、おしたら、ありがとう言って、うん、ジャンプと切符持って駅員にジャンプ渡してましたなんぼやねんとね東京新大阪安いですね安いやそんなでしょ200いくらなんだろうな、はい、これまだ僕の兄なんですけれども当時大阪に2丁目劇場というところがありまして、はい、まあ小さい劇場なんですけれども、はい、楽屋が2つあって奥の楽屋と手前の楽屋と僕バーって何気なくその楽屋に向かって歩いてたら政治の声でね、うん、いや今年の1位はな西武や、うん、ほんで2位は大栄や、うん、でいやちゃうねんちゃうねん残念ながら近鉄は4位や、うん、っていうえらい声高々に、うん、聞こえるんで、うん、何してんねやろってパッて見たらスポーツ新聞広げた政治一人やったんです、ちょっと怖いですちょっと怖いわー言うてもうたですね、まあ僕は大阪の時2年目ぐらいの時に、まあ、ベース吉本という若手の劇場に、うん、まあ、ちょこちょこ出させていただいてたんですけども、その劇場のイベントが大体漫才した後に、まあ、ちょっとトークコーナーがあるみたいなのがセットみたいになったんですね、うんうん、で、その時、まあ、2年目でして、で、まあ、芸人というものはその作り話をして、うん、でそのまあ1の話を100にするとか、うんうん、もう何なら0の話を100ぐらいにして、うん、お客様を楽しませる仕事やという認識やったんですよ、うん、で僕の話をその聞いて、いや絶対嘘やって言われるそのラインがもう全然分かってなかったんです、うんうんうん、でその時に僕がまあ喋った話なんですけど、じゃあ次岩橋ってなって、うん、あはい行きますってなって、僕はマンションの10階に住んでまして、でちょっと猫を飼ってまして、猫でそれでベランダでこう猫を抱っこしながらこう通天閣見るのが、まあ、日課やったんですけど、ってでたまたまその時猫がピョーンってジャンプして、うん、真下に落ちちゃったんですよ、うん、でそれでもういくら猫でも10階やからこれ助からへんのちゃうか思って、僕もブワー泣いてもうて、もう大好きな猫やったから、でなんとかちょっと助けなあかんと思って、うん、でバーってこうエレベーターのとこ行ったんですけど、そんな時に限ってもう点検中ってなってる、一機しかない、なんやこれってなって、ほんでもう急いでもう階段でブワーと降りて、で猫が落ちた真下のとこまで行ったんです、うん、ほんで猫確かに真下に落ちたから、うん、絶対おるはずなんですけど、もうどこ見ても猫がいない、うん、あれどこ行ったよなと思って、うん、パッて上見たら、うん、僕が階段降りるスピードが速すぎたんでしょうね、猫がまだ落ちてきてる最中やったでしょうって、はい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 、っていう話をしまして、それで MC がめっちゃ困ってたという話です。一時あったよな、はい、一時ありました。もうそれをガチのトーンでやってるので、ところなしね、今はそういうの多分もう絶対あかんけどね、ダメですけど当時は全然バレるけどね、分からへんかった、ね、分かんなかったですね。それが正解を思ったんで、いまーす。あ、星出ましたよ、これはどうですか。大好き、いきますか。はい、3年ぐらい前の話なんですけど、うん、今田さんとこう、お仕事一緒になって、それもあと得意、中途の得意とでご飯行こうか言うて、ほんなら得意はなんか後輩と約束してたみたいで、うん、ほんなら一緒に後輩もいいですかみたいになって、うん、でその後輩 と、今田さんと得意で4人でご飯食べてて、で後からその後輩がなんか女の子2人来ますけど大丈夫ですかみたいな、ああいいんちゃうご飯みたいな言わはって、ほんで6人で食べることになったんですね。で、あこんにちは言うて来はって、お酒飲んで、ほんでいろいろ喋ってたら、その二人が、ものすごい私はド M なんですみたいな話になって、で、あちょっとそれすごいな、でも S なんですよ今さんとか、で、あちょっとその話聞かせて言って、で今まで一番
どんなことをされたことあるのみたいな。そうなるよね。はい、なりますよね。ほんでもう僕らもだいぶ飲んでましたから、はいはい、わーちょっと言うてみたいな。でその女の子がいや実はこんなことをされてみたいな、うん、ものすごいちょっとエロかったんですよ、うん、ちょっと今やめときますけど、でエロですね、ちょっとでエロかって、うわすごいなみたいな、ほん、で もう一人の子なんか もっと私なんかすごいんです、実は前の彼氏に実はこんなうわエロみたいな言うてて、ほんでそれがもう5回6回ぐらいターンしてきた時にもうみんなこうグワーなってきて、ほんで今田さんもおー言うて、もうお酒もおしぼりの言うて、あるじゃないですか、もうついてきて、ほんでつげーみたいになって、ほんで最後に女の子言わはった時にもう今田さんもう我慢してあったんでしょうね、なんかゴケーって聞こえて、ほんでどうやろうと思ったら今田さん話聞きながらって言うて、こうおしぼりにこうしはったんですよ、でこうなんかでおしぼりこうやってで隠しはって、あれ今何やろうと思って、え今さ今どうしはったんですかって言ったら、奥歯折れた。ずっと聞いてても心臓たまらん、でも心臓するでガーン我慢してたら奥歯がもうボリンって折れた。噛みすぎ一番噛んで、でもこれよりも話が興味あるみたいな。奥歯が取れたんですかね。すごいな。絞りで、そっちの話好きやからね、はい、実はほんまに。あそうですか。さあ、あ僕ですか。どうしようかな。松本見たらズビズバズビ。衝撃のアングルと。これもね。放送作家の佐田の話していいですかね。まあ放送作家の佐田っていう、まあ、40あれが今もう6ぐらいになったのかな、もう元芸人なんですけども、それ辞めちゃって今放送作家やってるんですけども、仕事なんでほぼないんです、でもう本当もうコレステロールの塊みたいなやつでもう体もねもう病気だらけですよ、まあそんなに収入もないですし、はい、もう彼女ももう十何年いないですわ、でも結婚はしたいって言ってるんですが、もう正直もう何でしょう、もう見るからにもうボテッともううさんくさい感じのやつですよ。それなぜか俺はその1年を通してさだとおることが一番多いんですけど、まあ、本当にすごいやつで、やっぱりこう何でしょうね、ケチというか始末屋というか、例えばこの間もちょっとね明太子をもらったんで、そのサザにあげたんですよ、何腹か結構入ってるやつ、それもね定食屋に行く時に明太子を持っていくんですよ、店員に隠れて。それも、はい、なんすか、ああいう袋にね、ジップロックとか入れるとまごまごするでしょ、だからサダは直に持っていくんですよ、で直にバレへんように食券買って、定食来たら全員にバレへんようにご飯にカッてのせる。お前手ベチャベチャになるやろみたいな、それは大丈夫ですキュッて一握りだけご飯を握ってパッてやるんです、そしたらもう手綺麗でしょ、はい、家ももうネズミだらけなんですよ、はい、でそのネズミだらけでいろいろこうバルサン的なの炊くんですけど、もうネズミが強すぎて効かないんですよ、でどうして寝てんのって言ったら、いつもこうやって寝てるんですって、でなんでって言ったら目玉を食われないようにです。目玉だけは守ったんですけど。2017年18年。そんなサダがやっぱりもうすごくて、ちょうどその前なんですけど、まあ雨上がりぐらいの時に、まあ2人でご飯食べてたんです、晩ご飯食べて、でまあ雨降ってたんですけどね、外出たらもう雨も止んでたんです、さっきまで降ってたんですけど、でもう僕の家の近所にあいつ自転車かなんか止めてるんですけど、もうさだもうこれも雨も止んだし、タクシー言うたって1メーターぐらいなんで、もう歩いて行こうか、歩いて帰ろうか、そうですねって言って、で2人でこう雨上がりを歩いてたんですけど、ふっと気づいたらもうさだがいないんですよ、あれ
と思ってちょっと戻ったら汚い路地裏のところで一人でなんかやってるんですよ、よう見たら真っ黒のとっくりセーターを一人でこう、いじってるんですよ、でもうしばらく黙ってずっと見てたんですよ、でいじくりながらクソ M かって言ったんですよ。何してんのお前そんな若いやろでもねウールマークついてるんですよL やったらなL やったら言ってたよなよろしくないですか。あ、松陽城さんめちゃくちゃいいな。なんか伝説のうなぎ屋っていうのがありまして、このデビューシングルが流れた瞬間、この放送は花王と俺ちゃんとやろうって思った。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ダメ、同じこと言ってる。なんか伝説のうなぎ屋っていうのがありまして、で私がまだやっぱ前座時代で一生懸命下働きしてるともうストレスがとにかくすごいんでちょっともうちびちびお金貯めてうなぎでも食べに行こうっつって、で一人だとあれだからっつって後輩が池袋エンゲージってとこにいて、で池袋になんかさうまい店あるって聞いたら、実は熊八っていう落語家さんなんですけど、それがもうとにかく、まあ、なんか築地かなんかにもっと勤めててもうめちゃくちゃ美食家なんですよ。で「あこいついいや」っつって「何かある？」っつったら「いや実は兄さんの前なんですけどすっごいうまいうなぎ屋が池袋あるんですよ」っつって、でもちょっとこれ食べログ見てくださいっつって見せられたら、大体食べログって5段階評価で3とか、はい、そのぐらいなんですよね、結構厳しめなんですよ。厳しめですね。そのうなぎ屋 4.8 とか、すげえなこれと思って、でなんかすごいねこれ、ぶっちぎりじゃん。そうなんです。でそのうなぎ屋の親父のコンセプトがとにかくめちゃくちゃうまいうなぎを出すと、であとできるだけお客さんに安く出すっつ、なんだそれ最高の店じゃん。それは 4.8 だなと思ったんですけど、ただ一個ちょっと問題があってって熊路が言って、まあ親父が完全に頭おかしいんですよっつって、ごめん言ってる意味が分かんないんだけどどういうことって言ったら、まあ、とにかくもう、まあ、もうめちゃくちゃうまいうなぎを出すし、安いからもう俺王様だと、だから俺の店来たら俺の言う通りにしようって言うんで、接客が最悪なんですよ。だからそこのなんかこう食べログ見てもコメントも超うまいんだけど、そのとにかく親父がもう本当接客がひどすぎる、でも 4.8 なの。こうま、いいなと思って、じゃあちょっと行ってみようっつって熊八と予約したら、なんかたまたま気があって行けたんですね、で入ってったらもうね、もう汚い店なんですよ、もう 4.8 ついてると思えないぐらい、でまあうなぎ屋の親父が60代の親父がいて、でおかみさんらしき人がいて、あと弟子みたいなのいて、そんなになんか厄介な親父なのかなと思ってガランガランって開けたら、ああじゃあそこ座ってって普通じゃんと思って、で普通で、あじゃあ冷ややっことあとうな重お願いしますっつって熊八と取って。でただもうこの辺で気づいてきたんですけど、あれ親父やっぱ頭おかしいなと思ったのが、うなぎさばきながら常連と話してるんですけど、俺本当に日本一のうなぎ屋だと思うんだよっつって、本当にろくなやついないな、この前もなんか大卒のやつが来たんだけど俺わざと洋食食べさせてやったみたいなこと言ってて、ものすごい学歴コンプレックスとかもありながら大将すごいすごいって常連が林立ってるわけ、うわやっぱ普通の店じゃねえなと思って、で冷ややっこ早めに出てきたんで、こう醤油をこうあったんでかけようとしたら、親父の洗礼を受けてグッてこっち向いて、やっこに醤油かけてんじゃねえよって言って、え、なんでですかって言ったら、塩で組んだよバーカーっつって、でそれに対して常連客がムクドリ飛んできたみたいな、すげえバカにされる空気になる、ああいうのはダメだなみたいなこと言って、でもうこっちも固まっちゃって、こんなのってやだなここって、早くうなじ出てこないからすっと帰りてえやと思って、でまたそういうのうなぎ屋の親父がずっと自慢話で日本酒飲みながらうなぎさばいてるんですけど、俺の前に俺はなし、俺の後に俺はなしみたいなことをマジで言ってる、なんだこいつと思って超気持ち悪いと思って、早く帰りたいんだけどうなじを食いたいんですよ、でどんどん腹減ってきてるから、で
30分1時間1時間半経っても予約してんのにうなぎ出てこないんですよ、で1時間40分経った時にもうちょっと熊地にこれ忘れてんじゃねえのっつって、ちょっとお前親父にあの変な感じじゃなくてちょっと平身低頭でひょっとしたらお忘れなんじゃないんですかみたいな感じで言ってこいっつって、したら熊地がすいませんひょっとしたらあのうなじゅうなんですけどお忘れなんじゃないんですかって言った瞬間に親父がうなぎ痩せかしてんじゃねえよって言い出して、でまた常連がまたムクドリ飛んできたみたいになって、でそれに対しておかみさんがすぐパッて飛んできて、まあ多分うちの主人がすいませんちょっと昔かたぎの人でって言うじゃないですか、したらそのババアが言ったセリフがうなぎ痩せかしちゃダメ、同じこと言ってる、うーわって、それでうなぎをせかしちゃいけない歴史みたいな語り出して、めんどくせえやと思って、でもう怖い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 、もう早くうなぎ食ってと思って、それから30分ぐらい経ってうなぎ食ったんですけど、まあうまかったんですけど、もうそれこっち腹ペコだから、あそれでうまかったんじゃねえかなと思ってて、でもとにかくもう腹立ってしょうがないんで、もう会計だけ済まして行こうと思ったら親父が兄ちゃんたちっつって優しいトーンで、あなんかこれちょっと俺今までなんかこうちょっとつっけんどにしてたけどごめんなって初対面なのになとかで、でそういうなんかちょっとこうあんのかななんて思ったら、その親父が言ったセリフが今度土産持ってこいよって言ったんですよ、なんだこいつと思って、でもう本当に腹立ってすぐその店出て、そしたらもう熊八がこんな店連れてきて申し訳ないって謝ると思うじゃないですか、で俺が出してるわけだから、だから熊八が言ったセリフが、やるさんまた行きましょう、なんでだよ登場人物バカばっかりなんだ、すっげえ腹立って、でその後サイゼリア行ったんですよ、めちゃくちゃうまかったてかあの接客ってこんな大事なんだなって、ちょっとね、あので今ね2代目になったんですよ、親父が引退して、で2代目になったらもう本当に味よし、あの値段よし、接客よしなんで、もう半年以上取れなくなったらしいですよ、だからその親父の頭がおかしいから需要と供給のバランスが取れてて時々られたっていうね、でもそんなね店がありますまだ、いやー滑らんな、いやー面白い面白い、いやーすごいな、どんどんと行きますよ、行きます、あうちの兄貴が、単身赴任をしてまして、もう今東京に住んでるんですよ、で大阪には尼崎にはあの嫁さんも子供もいて、でうちの後輩が、僕のまあ後輩が、たまたま渋谷でそのうちの兄貴が、女と腕組んで歩いてる、見ましたよ、あれはいや まずいんじゃないですか、みたいな話になって、マジかって、それはあかんなと思って、ただまあ俺がね、兄貴にいちいち言うのもなんか弟に言われても兄貴もあれかなと思って、ちょっとおかんにおかんの方から言うてもらおうと思って、おいちょっとあかんぞと、こうこうこうでこんなことをやっとるらしいぞって言うたら、うちのおかんがほんまか、あれはあれでダンディーやからな。そういうことじゃないの。正直ダンディーではないですよ。ダンディーではないしね。そうなのよ。ちょっとね、ストンキャラ。すいません。こうもたらすオープニングのミュージックフェアもったいないでこれ。いやあのね、いやもうこれもなんてないね、はい、なんてない話ですけど、はい、まあ短い話ですけど、もうね、そのまあうち仕事するとね、その残念な兄がいるわけですよ、ね、ほんでそのね、もう皆さんは、はい、面白いなみたいな感じでこう、ね、はい、言うてくれますけれども、はい、もうずっと一緒ですから、はい、もうね笑えないんですよ、はい、もう腹立つんですよ、でだいぶ前ですけど、なんかねアイドル雑誌があって、アイドル雑誌のもう後ろの方で女の子の悩み相談みたいな、コーナーがを連載してたんですよ、はいはい、そのアイドル雑誌の後ろの方でね、うんうん、ほんでなんかこんな悩みがあるんですけどどうしたらいいですかみたいなね、こう我々が答えるみたいな、それの取材の日やったんですよ、ほんで行って、ほんでまた担当の人が来てはらなくて、ほんであの
バーって担当の人が来はって、でまあその来はる前にそこの連載してる時のアイドル雑誌がこう置いてあるって、それをこう政治が見てたんですよね、はい、ほな担当の人がバーって来はって、ああの政治さん今回すごい写真写りいいですよって、ほうちょっとした写真も載ってるんで、うん、ねそのページに、はいはい、今回すごいお兄さん写真写りいいですよって言われたら、政治が俺はもうはっきり見てんけど、はい、なんでか知らんけど、はい、一瞬だけファッて表紙見よってん、お前がアイドル雑誌の表紙をなんで飾ってると思ってん。残念ですね、セルさん。またそれはどう思うとこういつくんですか。ね、すごい、あ、ほんまみたいな、すごいな、めっちゃイラーってしてんな、あの時。表紙ないですよね、は絶対ないですよ。絶対ないよ。絶対ないアイドル雑誌ですもんね。アイドル雑誌で。でももしかしてと思ったんでしょうね、誠司さんから。作り良すぎて。あるかそんなこと。ちょっと紹介みたいな。そんなことあるか。ええ、ほんまに。あ、荒上。はい。僕はあの中学校の頃の話なんですけども、三つ上の兄貴が僕いまして、でこれ男兄弟いる人だったら結構わ。分かると思うんですけども、兄貴があの家にいないときに兄貴の部屋にこっそり入ってエロ本をちょっと拝借するっていう、分かるな、はいはい、でそれをもう、まあ、しょっちゅうやってたんですよ。で多分兄貴も僕の部屋にこっそり入って多分僕のエロ本を取っているんだろうなとは思ってたんですよ。ほうほう。でもそれはでもお互い暗黙のルールとして、まあ、お互いそれも言わないですし、はいはい、借りたものはきちっと元通りに戻すってなってたんです、うん、もう全く借りたことがわからないように、はい、でそれのルールを守ることによってやっぱり平和な日々が続いてたんですよ。でもある時僕が学校から帰ってきて家に帰ってきまして、で部屋に戻って普通にあった漫画を、まあ、読み返そうかなと思って見てたんですよ。全然普通の少年の漫画みたいな感じをバー見てたら、ペラペラペラと見てたら、普通の漫画ですけど、まあ、ちょっと登場人物の女の子がちょっと水着姿みたいなページとかってあるじゃないですか、全然。したらそのページの女の子の水着の上から修正器で全部水着が消されてて、上からペンでなぞってあって全裸にしてたんですよ。で、うわ、きっマジかと思って、で多分やった本人もやばいと思って消そうと思ってガリ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 ってした後はあったんですけど、もう時すでに遅して、もう完全に全裸なんですよ、もうその女の子が。でもうやめてくれよと思って、今までちゃんとやってきたのなんてことすんだよと思って、気まずいわ、でも言えないし、もう兄貴のこと見たくないわと思ったら、ちょうどその後夕ご飯でご飯だよって声が聞こえてきて、で晩飯行って、でも兄貴の方見れないじゃないですか、もう気まずくて。でもうやだやだと思って兄貴の方見れないんで、ずっとこうやってちょっと目そらして親父の方見てたら、親父の指見たら修正器がべったりついてたんですよ。マジかと思って。そのルールも確かに知らないだろうし。でも俺らが思ってる親父ってすごい親父って思ってるけど、意外とこの年だったら、あ、親父のこの年に生まれてんねやとか思ったら、意外と何ていうの、ただの子供やったりするやん。まだまだエロいもんな。まだまだエロい。まだまだエロいもんね。この先まだ10年エロいやん。エロいと思う。20年エロいやん。20年エロい。親父も一緒やねん。一緒やねん。政治と親父が同じ高校なんですよ。ほんで誠司が高校入った時に、俺が高校時代使ってた時の英和辞典やって誠司にくれたんですよ、うん、それバーって見てたら、セックスってとこに赤線引いてたからやってんだよな当時も。やっぱり一緒やな、みんなやっぱ一緒だよな。はい、大輔、はい、これ本当1週間ぐらい前の話なんですけど、はい、この後宮川大輔ワールド炸裂は、はい、大輔、はい、これ本当1週間ぐらい前の話なんですけど、はい、僕最近まで映画の撮影で佐渡島に行ってたんですね。で1週間あって、中日撮休やったんですよ、僕一人だけ、うん、ほんで、まあ、お昼頃起きて、で佐渡島って初めてやったんで、うん、ええとこやなと思って缶ビール持って、まあ、ちょっとタバコ吸いにちょっと海岸のとこ行ってタバコ吸ってたんですよ、うん、で海がこうザーッて言ってて、あ、綺麗なとこやなってぼーっとしてたら、うん、向こうの方から80歳超えてるようなおばちゃんと、うん、もう
おじいちゃんかおばあちゃんか分からないですけど、そういう老犬ですよね、そういうのちょっと中型犬みたいなんと向こうの方からこうなんか散歩したはったんですよ、うんうん、で、ああええ光景やなと思って見てたんですよ、うんうん、でその犬がおばあちゃんの速さに合わせてるみたいな、うんうん、なんかすごいいい感じやなと思って、うん、ああなんかええな思いながらタバコ吸うてビール飲んでて、うん、でまあ海見てたら向こうから歩いてきてたんですけどそのね散歩、うん、なら「へえへえへえ」みたいな声が聞こえてて、うん、何やろうなと思ったらその犬がちょっと、うんへえへえっていう変な咳してるんですよ、うん、で、あ変な咳しとんなあの犬大丈夫かな思いながらタバコ吸いながらまた海見てたんですよ、ほなまたおばあちゃんの草履もザッザッてちょっと耳に入ってくるようになって、うん、ほなまたへえへえって犬言うてるんですよ、調子悪いなあの犬思ってで、ね、ずっとへえが気になってだんだん海よりその犬気になってきたんですよ、ほんならその「へん」ってやってる時はおばあちゃん止まってるんですよ、でまたその「へん」が落ち着いたらまたずーっとおばあちゃんもこう行くんですよ、うんうん、ほんでだいぶ近づいてきたんですよ、うん、ほんでその犬見てたらもう毛並みも変で、うん、ほんでもう目やにもドローン出てて、うん、あーこいつ調子悪いなと思ってて、うん、ほんでずーっと「へん」「へん」「へん」って言ってて、うん、だいぶ近づいた時に「うん、へん」カッカッってなって、うん、なんかバーン出たんですよ、ほんで見たら、うん、なんか、うん、ちくわが、うん、なんかボロボロの切れかけてるようなんやけど一本のちくわがブラッって出たちくわ出た思ったんですよ、あちくわ出たと思ってそれが喉に詰まってたんかなほんならバーって出て、ほらその犬がちくわやのにゲボやのに急にやりだすんですよ、ほんでゲでもなんかあのうんこした後すんのこいつをシャーシャーってやりだして、でもシャーシャーやってるのおばあちゃんこのままなんですよ、ほんでその犬がバーッ蹴り終えて落ち着いたら、ほんでまたはもう歩き始めはったんですよ、うんうんうん、ほんでその辺やったから、うん、何やろうなと思って、うん、ほんで犬通って喋りかけようかなと思ったんですけど、うん、ちょっとおばちゃんももうなんかボーっとしてはったんで、うん、そのまま行きはったんですよ、うん、だから行ったなと思って、うん、何やったやろうと思ってちくわ入っとるしなと思ったら、うん、向こうの方で、うん、へんって聞こえたんですよ、ほんであちくわやなかったやの席そういう話ですちくわやなかった話、ちくわやなかった話、てっきりちくわや思ってましたもん、ちくわや思ってましたもん、ちくわやなかった話、ちくわやなかった話、元からすごいな、奇跡のちくわやから、じゃあ開けます、あ、シャーベン、あ、はい、リエさん個室ビデオっていうのはそのご存知ですか、あ、シャーベン、あ、はい、リエさん個室ビデオっていうのはそのご存知ですか、はい、個室ビデオ、まあ、男性の方は知ってるかもしれないですけど、うん、はい、まあ、知らない人に説明しますと、そのまあお店でこう入ると、はい、カゴが置いてあるんですね、はい、でカゴ取って、うん、そうすると店内もバーってこう DVD が大量にこう並んでまして、はい、でもいろんな DVD があるんです、そのもうもちろん映画とか、うん、お笑いの DVD とか、うん、アニメとか、うん、ただちょっとだけそのセクシーなのが多く並んでるという、うんうん、まあそうですよね、まあ、ほぼというかほぼセクシーなのがバーって並んでて、でそれをもう6本ぐらいこう選んで、でレジ持っていくと、あ、その個室紹介されて案内されて、で防音の個室でそういう DVD 見れるみたいな、うん、お店で、はい、そういうシステムで、もう20歳ぐらいからずっと今もすごい通わせてお世話になってるんですけどそんぐらいこうずっとやってるとだんだんこうなんていうんですかね、常連認定といいますか、はい、いつも通り普通にこう DVD 選んでバーってこうレジ持ってくと、うん、通常だったらどのお部屋のタイプにしますかみたいな質問が来るんです、はいはいはい、僕がいつも禁煙フラットマットを頼んでるんですね言い慣れてるな、はい、禁煙フラットマットでって言うんですけど、うん、ある日持ってったら禁煙フラットマットでよろしいですか、向こうから、もう分かって、うん、
くれたんだ、うん、俺の好み全部これからはじゃあもう俺ももう答える必要ないんだ、うん、すごい常連だ嬉しい、うん、ってなって、でそれはさらにその上があるんですね、それからまたしばらく経って、いつも通り行って DVD 選んででレジ持ってったら研修中みたいな、うん、ちょっとこの新人の子だったんですレジが男の子、うん、若い男の子で、でああわわわみたいな、で DVD も本当にバーコードピーピーやるだけなんですけど、うん、それもなんかわわみたいな、うん、すみません先輩みたいな、うん、で先輩の人来て、どうたらこうたらみたいな、大丈夫かなこの子って思ってたら、その若い研修中の男の子が、禁煙フラットマットでよろしいですよねって言ってきたんです俺に、うんうん、ああこれすごいことだぞって、うん、レジ業務もままならない新人がレジを習得する前に澤部が来たら禁煙フラットマットって言えっていう、それだけ頭に入ってるんですねその子は、ここまで来たかと、すごい息まで来たな俺で、これさらに上り詰めていくと、うん、もうちょっとすごいんですけど優遇が、たまにこうすごい混んでる時があって、昼休みそのサラリーマンの方とかすごいんですよ、お部屋がもうパンパンですみたいな、うんはい、でそうするとこうレジ行くとカゴ渡すと、番号札を渡されて、はい、でその番号を呼ばれたら部屋案内されるみたいな感じなんですけど、ある日行ったらもうパンパンで、ああそうかっつって、おじさんもなんか番号札もらってるから、あこれもう結構並ぶんだなみたいな、うん、まあでもしょうがない いやっつって、俺がこう DVD 普通こう選んでたら店員さんがスーって、うん、俺 DVD 選んでると後ろ、俺の後ろ店員さんがスーっつって、俺のカゴに番号札ストーンって入れてってくれたんですよ、それだからその本来 DVD 選んでる時も、言ったら他のお客さんがどんどん入ってきますから番号どんどん遅れていくはずなんですよ、ただそこ俺がもう俺が選んでる俺の顔を見た時点で早めに澤部さんどうぞで番号札ストーンって入れてくると、俺もここまで来たかーってそこ落ち着いて、いやここまで来たかーみたいな嬉しくなっちゃって、いやすごいなこんな優遇される日が来たか、二十歳から通ってみたいな、でその後もずっと俺は通い続けるんです、はあ、で、行きつけの個室ビデオにでまた同じ DVD なんでカウンター持ってってっつって、そしたらいつもだったらそのごゆっくりどうぞみたいな、はあ、カゴを渡されてごゆっくりどうぞって送り出してくるんですけど、その日はなんかごやごやってなんかいつもと違うことを言ってるんですよ、はあ、俺はもうごゆっくりどうぞごゆっくりだと思ってるから、はあ、最初聞き取れなかったんですけど、ごやごやごやって、はあ、えってちゃんと聞いたら、はあ、来週の土曜日で閉店になりました、うわはぁ俺のオアシスが来週の土曜日で閉店になる、そこはわーとはさすがにそのおじさん店員の前で言えないけど、動揺しちゃって、あそうですかあれあそうですかで個室行ってやばい来週土曜日で閉店になって、すぐスケジュール確認して、ああなやっぱ行くなら最終日行きたいから最終日それは顔出したい、最終日行けるかなと思ったら仕事で、ね、行けないかっつって、ああ前日なんとか行けるってなって、ああ、うん、これも前日でも顔出してありがとうございましたって言おうと思って、ああで前日に個室ビデオ行って、ああその日はもうなんならもういつもより入念に DVD 選んで、うん、6本を30分ぐらいかけて選んで、うん、よしこれで最後この店の最後6本これだっつって、うん、で持ってって、うん、でピッピピッピおじさんがまあカウンターに一人でやってくれてて、うん、そしたらピッピピやってる時にカウンターの奥から一人、うん、なんかもう一人おじさん出てきて、うん、そのピッピやってるおじさんの横にスッて立って、こんなことないな、でパッて見たらこっちはその DVD がいっぱい並んでる棚の奥からもう一人店員さんがスッて来て、うん、で俺の横にひたっ立って、うん、で なんか囲まれてなんだこれって思ってたら、うん、3人一斉に今までありがとうございましたあ僕常連だからこんな3人今シフトで入ってる3人全員集まってくれて挨拶してくれて、俺もそれすごい感動しちゃってうわっこんなみんな感謝してくれてんだ、俺もありがとうございますみたいな、ちょっとカゴもらえない、ありがとうございますつって、で俺も個室行こうと思って背中を向けて、そしたら3人が俺のその背中に向かってまた大きい声で、またのご来店お待ちしておりますって、もうまたなんてないのにみんな分かってみんな分かってもうだって明日で閉店だから俺が来ることももうおそらくないでしょ、閉店なのにまたのご来店っていう粋な挨拶ずーってうるるってやって個室行って泣きながらセクシービデオ見るんですよ
いやー、最初で最後素敵な話やな。ちょっと素敵な話ですね。ごめんなさい。いや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 、ちょっと一人に映画化してほしい。めちゃくちゃうーってなっちゃって断られるわ、そんな。引き受けはるか。でも分かるよね、関係ないもんな、そこは人と人との出会いやからな。うわすごいな。じゃあまた次のねオアシスを探さないとね。面白いね。あ、こちら。2年ぐらい前に、これ個人タクシーに乗ったんですね。まあ私服の運転手さんで、で僕が乗って行き先告げたら、これどうぞって言って、なんか和紙に包まれた何かをくれたんです。で、って開けたら。飴なんですよね、うん、これ飴ですかって言って、うちの家内がなんかこんなん作るの好きでねと、でこれ乗ってもらったお客さんにこうやって配ってるんだよって、まあまあ素人が作った下手な飴だけどよかったら食べてあげてくださいみたいなこと言われて、ああいただきますって和紙向いて食べたんです。なんその味が全くないんですね。べっこう飴みたいな飴なんですけど、もうプラスチックみたいな感じだけの感覚なんですよ。甘くもないし、ほんでこれあ気持ち悪いって思って、あこれ捨てようって思ってこう窓を開けて、このこっから捨てようって思ったんですけど、なんかこうバックミラーで見られてるような気がして、こうあーってこうタイミング測ってもいけなかったんですよね。でどうしようって思ってカバン探ってもそのティッシュとかなかったんですよ。で前見たらこの灰皿があったんで、あ灰皿に捨てようって思って開けたら、その飴山盛り入ってた。被害者が、被害者が、まあね、まあね、まあまあしょうがないよね。しょうがないです。わかりました。じゃあ僕言っときましょう。そうですね、ほんのこの間ですよ、まあちょっと皆さんには知らない人の話なんですけどね、フジテレビ、元フジテレビに清水っていうのがいて、はいはいはい、これがもう今もう辞めたんですけど、なんでしょうあれ、不思議な男で、悪気はないんですけど、あんまりものをしっかり考えてないんですよ、うん、で仕事もそんな一生懸命やってないんやけど、なんか割と出世していって、はい、でなんか僕が見た時はもう大概鼻くそ食べてるだけの、ちょっとまで鼻くそ食べてるわっていう、ほんまに鼻くそ食べてるんですよ。で日焼けばっかりしてるの、なんか言ったらもう日焼け、黒いですね、黒いんですよ、背中は真っ白なんですけどね。とにかく日焼けが好きで、そういう遊び人みたいな、はい、フジテレビの社員清水、はい、元なんです、はい、ところがそいつは辞めた、こいつが辞めてからなぜかフジテレビの調子が若干悪くなっていったっていう不思議なやつ。でもこいつがおったからといって俺はフジテレビにとって絶対良かったとは思えへんねんけど、まあなんかそういう不思議なやつなんですよ、はい、でそいつが今なんか不動産みたいなこともやってて、はい、これがまたその不動産屋がまたうまいこと言っているっていうね、はい、なんか変な不思議なやつなんですよ。こいつが久しぶりにもう 先週ぐらいですよ、電話してきて、松本さんご飯食べましょうみたいな、ああもうええよって言って、はい、フジテレビでいついつ仕事でしょ、それ行きますよって言って食べましょうって言うから、ああええよおいでって言って、でもうフジテレビの松本さん楽屋に今で待ち合わせみたいなで来たんですよ、はい、で来た時に、ああ出た出たと、こいつの清水の悪いとこ出たわと思ったんです。もう見るからに、あこいつの悪いとこ出たなと思ったんですけど、僕はもうあえて何も言わなかったんですけど、浜田さんの楽屋どこですか、ちょっと挨拶行ってきます、いやそれはやめとけ清水、その格好ではやめとけで僕は必死で止めたんですけど、はい、あいつは悪気がないから自分の格好はどういう格好かも分かってるんですけど、皆、はい、さんに説明しますけど、フライデーって書いてある。このタイミングでそれで来るかね。すごいな。すごいですね。すごい。悪気ある方がええわ。ないのか、ね、すごかったですね、はい、清水君。恐ろしい男です。あ、これね、またちょっと そうか、本当1ヶ月ぐらい前なんですけど、まあ車一人で運転してたんですけど、はい、こんなにもかっていうぐらい
うんこがしたくなりまして、で、はい、たまんないんですよ、はい、で車乗ってますからとにかくどうしようってもうほんますごかったんで、公園か公衆便所かいろいろ頭の中で考えたけどもういいとこが思いつかない、はい、で原宿と渋谷のちょうど間の明治通りあたりを走ってた、はいはいはい、ちょうどど真ん中にスターバックスの看板が見えた、はいはい、あもうこれはもうスタバ行くしかないと、もう スターのバックがやばいわけですこれはスタバやと、でちょうど前にあの枠もあるんですよ、はいはい、あの駐車のでそれも空いてた、もうやったと思ってその車止めて、はい、でそのスターバックスねビルの奥にあるんですよ、はい、であまあしゃあないわと思って、はい、ウィーンって開いたらスタバがだいぶ向こうにあるんですけど、その前にトイレっていうのが、はい、出てたんでこっちお手洗いって、はい、あスターバックス行くまでもないんやと思って、はい、うわーって行ったら、はい、考えられへんぐらいのこの電子をロックがかかってるんですよ、暗証番号のやつもう全然なんですよ、でももう俺はもうトイレを見たから、はい、本丸がもう開いてるんですよ、ね、もうまともどりもできへんマジかと思って、はい、とにかくあかんと思ってももう耳鼻ってやってみたら0001 0002 0003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 
次どっからやったっけみたいになって、うわーなって、もう油うーんなって、あもうこれはもうあかんと、はい、この便所に関わってたらあかんと思う、はい、もう元々はサバックスやったんですよ、はい、サバックスに行こうと思って、はい、バーって言ったら結構人多くて、はい、そこまたトイレうわー探すんですけど、そこのスタバがトイレがないのよ、はい、えちょっともう待ってと思って、はい、でも従業員にすいませんトイレ貸してくださいって言ったら、あのそこのトイレで暗証番号2405です。そのあセキュリティいる言ってますからね、はあ、みんな聞いてるし情報とクソがもうダダ漏れですよ。そうですね、びっくりしました。まあまあ今の数字は架空の数字ですけどね、今言っても多分分からないでしょうね。いやー、すごいっすね。意味ないですよね。意味ないです。意味ないですよ。さあ、それじゃあ、いきます。さあ。これは、浜口どうですか、はい、そうですね。ね、うん、あの僕今あの松竹の若手の子たちと浜口コントサークルっていうあのコントをこうサークル感覚で楽しもうみたいな、その活動が結構認められていろんなお仕事をいただくようになって、であの金ちゃんの仮装大賞あれに出てくれみたいな、あれに出ようぜみたいな感じになって出させていただいたんですけど、でまああのスタッフから言わすとなんかこう過去10年ぐらいで一番練習するグループだと、はい、タレントさんでこんだけいっぱい真剣に練習してくれる人たち珍しいみたいな感じで、で、まあ、あの本番当日迎えまして、でこう練習とかしてたらスタッフさんが、まあ、仮装はすごくあの形になってきてる、ミスがなければ多分合格するでしょうみたいな感じで、うん、ありがとうございますみたいな、でもあの金ちゃんさんとのね絡み、そこもちゃんとあの君たち芸人さんなんだからちょっと考えておきなさいよみたいなことをアドバイス受けまして、うん、あそうだなって言って、でみんなでいろいろシミュレーションしてたんですけど、でちょうど時間になってあの金ちゃんさんも入られたんで、あの楽屋にみんなで挨拶行っときますかみたいな、でもちろんです、行きましょうって言って行かせてもらって、で僕は何度かあの萩本さんお会いしたことがあるんで、あのお久しぶりですって、よく浜口ですって、あ元気にしてるってすごく優しく接してもらえて、でうち あの若手の子らですって言ったら、あで芸人ですって言ったら、あ、って芸人っても見たことないよねとかって、テレビで見ないあんまりとかって、うん、いやあのまだバイトしてるんですよって言ったら、あバイトしてるんだって結構こう和やかな空気になって、はい、何のバイトしてるのみたいなんでこう、うん、空気になったんですよ、はいはい、で楽屋戻って、あこれやと、絶対金ちゃんさんはあのまだ芸人だけどバイトしてるよとかってなんかこう聞いてくるかもしれんから、そこのシミュレーションをみんなでやっておこうって、で何のバイトしてんのって聞かれても全員がちゃんと答えれるように、で時給なんぼなんて聞かれたら答えて、その時給より芸人のギャラが安いみたいなこう笑いを作ろうみたいな、こう結構完璧なみんなでこうシミュレーションをして、でいざ本番やったんですけど、20番大王以下っていうネタをやったんですけども、
これが不合格いたしまして15点で合格やったんですけど、うん、13点というちょっと惜しい点数で、うわーって、まあまあへこんでられへん、一応キャプテンでリーダーなんで、うん、こう元気よく前に出て、いやみんな頑張ってやったんですよ、認めてくださいみたいな感じでアピールしたんですけど、うん、もう金ちゃんさんももっともっとないの、もっともっとって、うん、もっとアピールしなよとかって、うん、友達いないの審査員にみたいな感じでわーって言ってたんですけど、うん、あなかなかこう一向にこうプップッと点数が上がらないんで、やーと思ってパッと若手の方見たら、あバイトの話やと、あのシミュレーションしたこの話があったと思って、いやみんなまだバイトをしてて、今回いっぱいバイト休んで稽古したんですよって言って、それを光ゴケの片山っていうのがパッと僕のやつ取ってくれて、前にバーッて出てきて、そうなんですよ、僕らバイト休んでね一生懸命やったんですよ、もうバイト代返してくださいよみたいなことをバーッて言ったんですよ、そしたら金ちゃんさんがマイクに入るか入らんかの声で、ごちゃごちゃうるせんだよそのシミュレーションはない僕らびっくりしまして、なんでそうなるのの、なんかこのリズムでごちゃごちゃうせんだよいやそこはさすがにちょっとバイト話したら、うん、ダメだよそんなこと言っちゃうみたいなシミュレーションだったんですけど、ごちゃごちゃうるせえんだよ、全く大将も言うたかもね、聞いたことない、もう後ほど聞いたらやっぱ金ちゃんさ初めてそんなこと仮装大将で言ったらしくてまあ終わってから毎回あるらしいんですけど、金ちゃんさんがちゃんとその素人の方落ちた人も合格したもみんなと一緒に写真を撮る、でまあそこに僕らも行かせてもらってちゃんと写真を撮って頑張りなよみたいな感じで、最後はすごく見送ってくれたんですけど、光ゴケの片山だけはちょっと握手しに行く怖いっつって、いつごちゃごちゃうるせんだよ何人で来てんだよって言われるかもしれない、まあ、分からんけどね、分からんけど、まあごちゃごちゃうるさかったんかな僕らが多分ごちゃごちゃうるさかったんでしょうね、はい、本当はすごく優しい方です、いきます、小さいでからね、あ大輔、はい、2016年に皆さん覚えてはりますか、2016年、はい、去年ホッシャンの引退、何やったのあれは、大輔ホッシャン引退騒動の真相、2016年に皆さん覚えてはりますか、2016年、はい、2016年です、去年ホッシャンの引退、何やったのあれは、16時間で撤回と、そうですそうです、でもこれ皆さんはどうしたんとか思われますけど、いやあいつもともと本当にそんな人間なんですよ、僕もっと相方として言わせていただきますけど、でそれがもう昔から転送でほんならなんかダンスする言うて、ほんで星ちゃん急に来おへんかったんですよ、であれ来おへんな言うて電話してもみんなで心配して電話したら、なんかやっとつながったら友達が死にかけてたから、それを僕ずっと説得しててんとか、はい、いや嘘やん、ええ将棋でいやいやマジやねん、うん、いや嘘やんそれ、いやいやほんまやねんとかいう、そういう分かりやすい嘘つきおるんですよ、ほんでなんかまあコンビネと合わす時にずっと俺ホッシャンの家でやってたんですけど、ある日から全然入れさせてくれんようになって、なんかホッシャンこうなんかカリカリしておかしくなってた時があって、で入れて言うても入れてくれなかったんで、あれこれなんやろなと、でも理由聞いたら部屋が汚すぎんねんと、もう片付けられへんねん俺今、ちょっともうおかしなってて、ほなちょっとそれ面白いからロケで行っていい言うて、でノリオ師匠招待みたいななんか一個上に乗せて、でまあロケ行ったんですよ、で部屋入ったらその時天才だったんで、ファンの子からいっぱい物もらうんですけど、部屋開けた瞬間にもう服がもうこれぐらい積もってるんですよ、ずーっと向こうまで、ほんで開けたら変な匂いするし、うわなんやこれ言うて、ほんまゴミ屋敷みたいな感じ、ほんで何これ思って入っていって、でスタッフさんとうわすごいなって入っていったら、スタッフさんがうわって言うて、で見たらなんか亀のミイラが2個ぐらい置いてあるんですよ、で「いやおっしゃん!」って言うて「何やこのカメラを見るな!」って言ったら「いや死んで、いや死んだんやあらへん、
一人で埋めなって言ったら、うん、いやまだ埋められてへんねん言うて、いや埋めよう言うたマジでもう好きやったんやったらすぐ埋めなこれ、うん、分かってる言うて、うでもう怖くなってきたんです、だいぶ行ってんなほっしゃんだ、だいぶ深いとこ行っとんなこいつを思って、ほんで先進んでいって、いや これなんなんいつからの服なんてめくってたらなんか鍋出てきたんですよ、でそれ何や言うたら、え4年前のおでんって言うんですよ、でいやこれ捨てや言うて、でいろんなとこ見ていって、ほんで冷蔵庫開けさせて言うて冷蔵庫バーン開けたんですよ、ほんでもうものすごく臭かったんですよ、ほんでほっしゃ冷蔵庫腐ってんで言うて、卵ちゃう言うて卵が置いてあったんですよ、で卵見たら卵に上下下左下とか書いてあるんですよ、怖い怖い怖い、で何これ何書いてんのって言ったら、あ、それファミコンの必殺技って言うんですよ。ファミコンの必殺技。ファミコンの必殺技。怖いね。ファミコンの必殺技、卵に書くんだ。怖い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 。部屋汚かったから、もう紙がなかったから。怖い怖い白いもん探した卵に。おぉ、シュールやな。ほんで、これ、星ちゃんやばいで、言って。で、のりお師匠入ってきはって、はい、で、のりお師匠の背中洗おう言うて、はい、で、お風呂にお湯溜めて、はい、ほなもう、のりお師匠も、なんやこれ、もう俺もう無理や、言うて、こんな気持ち悪いな、俺もう無理や、言うて、飯尾さん引くぐらいがよっぽどや、もう俺、潔癖症やね、ここも、頭おかしいやな、こっちだ、言うて、でももう入って、言うて、入ったんですよ、ほんで、水ブワーン、僕と、あの、のりお師匠でブワーン使ったら、水ザンバーン流れたら、もううんこの匂いがブワーしてきたんですよ、うん、何の匂いや言うて、ほら塗り出しはもうパンツ履かんと、もうそのまま俺もう帰ろうわって帰らはったんですよ、突っ張ったかで、乗りようも乗りようやな、頭おかしいぞ、もうコンビ別れた方がいいぞ、こんなもん頭おかしいやんなんで目でちょっと高いの、乗りよしなんでちょっと高いの、いやもう俺はお前のが身長いやろ、お前の方が身長いくんやろ、なんで目線高いの、ほんで俺これね、とうとうほっしゃん頭おかしなりよったと、そうやで、でその1ヶ月後ぐらいに大阪の MBS でロケやったんですよ、でその MBS で待ってたら12時ぐらいに待ち合わせやったのに2時ぐらいまで来おへんのですよ、で、ああまた始まったと、ですいませんって僕言うてて、ほな2時間後ぐらいにほっしゃん来て、ほなもうその時からもうおかしいんですけど、もうしたらプロプロして向こうからえいっせーえいっせーみたいなので来るんですよ、で、あー何やこの感じ怖いなと思って、怖い怖いと思ったらそのカバンバーン置いて、でどうすんのって言われたんですよ、ね、怖っ思って、いやでどうすんのやらへんから、ほっしゃん、で僕あんまり強く言わなかったんで、はい、いやほっしゃん、あのやっぱさっき謝らなこれ、でどうすんのってもう頭おかしすぎんねんって言ったら、いやでどうすんのって言う、あかんあかんって言う、いやでどうすんのじゃなくてちゃんと謝らんとね、だからでどうすんのってなって、あかんって思って、お前ちょっと思って出ろって言う、お僕あかん思って出ろって言うから、なんやれなったんですよ、あああかんあかんあかんどうしたどうしたどうした、急にええやなってるけど、どうしたこっちがなりたいわ、で外連れて行って、で星さんどうしたおかしいやんって言ったら、うわー言うて、ここパンチですよこれ、全然痛ないんで、いやいややめて、どうした、うわー言うて、で僕も2発ぐらい我慢したんですけど、なんか腹立ってバーってどついたんですよ、ほんならうわーなって、で車もバーンなって喧嘩なったんですよ。で MBS のそのなんか打ち合わせしてるとかが人がいっぱいブワッと来て、ほんならほっしゃん誰の言うことも聞かれたんですけど、あの隅純一さんがやめときって言うたら、はいって言うてやめときって、隅さんの言うこと聞くんやな、まだ大丈夫やなと思ったっていう話なんですよ、隅さんの時だけはいって言うたんですよ、それならいやー言うとったのに、何やねん
いやだからあれはあれです、あの急に始まったわけでもなく前からね、そういうこういうバイオリズムというか、なるほど、持ってはる人なんで、星さん、はい、は大丈夫ってことやね、星さん大丈夫、ちょっとずつこう出していった方がいいってことね、そうです、みんなでちょっとすいません、ね、たまに気づく、うん、僕のお父さんの話なんですけど、はい、そのお父さん帰ってこないですけど、その、ま、僕が小学校ぐらいの時に、うん、その一家の畳の部屋で川の字になってるんですよ、僕、うん、お姉ちゃん、お父さん、お母さんで寝てて、で夜中にお父さんが夜中帰ってきたんですよね、なんかお母さんとまた喧嘩してるんですよ、僕が小学校1年生の時に、うん、またあんたお金がどうのって、もう博多出身なんで、うん、博多弁で、そのどこほつきありがったなあんたっつって、それで、いや、もう言えないねってお父さんも酔っ払ってるんですよ、うん、それで、はっ、何しようってなあんたってお母さんが言って、お前がうるさいけんお前の口歯キスで塞ごうと思ったったりとか洒落たこと言ってるんですよそんないらんのに親父と思っとって言ったらそのいいからその借金はどうやって取れって言ったら、いや、お母さんさっきまで文句言ったお母さんが、うん、って言うとして、なんだこの声と思って、なんの声やろそれでなんかでもお母さんこれでもそんな嫌そうな声じゃないなと小学校1年生の頃に思って、うんうんうん、で聞いててパッてその薄暗い中こう見たら布団がこんななってるんですよ、あらお父さんお母さんをいじめようと思って、でもこれでもなんかそのお母さんも嫌そうじゃないしどうしようと思って、お母さんがちょっと待ってって、これ今息子もまさきって言うんですけど、まさきがちょっと起きとうかもしれんからちょっとあなた見てきてっつって、大丈夫大丈夫ってその口を押さえながらなんかやってるんですけど、大丈夫大丈夫っつってちょっと見てきてっつって、もうしょうがないねっつって見てきてって、実のお父さんが僕の布団の目の前にギンギン立ってる息子もこうやって覗き込まれて大丈夫って戻ってこうやって、もうそれからトラウマでそのお空のそのあそこが、まあ、だ銭湯行った時 もう 見たくないですもんね、その大人の人のめっちゃおもろいけどなお父さんの僕じゃあ大輔、はい、振って、じゃあいいですか、はい、行きます、いただきます、はい、どうですか、ちょっと挙手行ってみますか、うん、ね、そうですよね、ちょっと、あ、カンボジア代表、できたらちょっと、ラスト、いただいてもよろしいですか、行ってみようか、行かれ、はい、この後カンボジア国籍の猫ひよしが初めて語る滑らない話、そうですよね、ちょっと、あ、カンボジア代表、できたらちょっと、猫ちゃん、ラスト、いただいてもよろしいですか、行ってみようか、行かれ、はい、行かれ、去年カンボジアの国籍を取りまして、ね、今現在僕あのカンボジア人、カンボジア人、皆さん多分カンボジアのイメージって、はい、結構多分暗いイメージとかあると思うんですね、でも今カンボジアってすごいあの高度経済成長期で、観光地としてもすごい発達してて、横見たら女子高生とかが iPhone 使ってもう話してるぐらい、すごい国が勢いあるんですよ、であのいるとこ の, あのカンボジア人の 人柄はどうかって言ったら、はい、結構まあすごい温かくて、はい、情に厚いって言うんですかね、はい、であのみんなゆっくりしてるんですよ、はい、人が、例えばあの待ち合わせの時間作ったとして、はい、そこにあの平気でみんな30分遅れてくるんですよ、はい、30分、はい、でもそれ遅れてきたからって、はい、あの誰一人としてあの咎めたりしないんですよ、はい、はもう全然怒らなくて、うん、でもあのいい意味であのちょっとあのゆっくりしてる国民性なんですね、はいはい、で僕あの去年そのカンボジアで第1回の僕あの東南アジア予選っていう国際大会にマラソンの代表で選ばれて出たんですよ、はい、であのやっぱり猫もあの代表選手だからみんなと同じユニフォームを作ろうってやれて、はい、であの作りに行ったんですよ、で僕あの身長147センチで、はい、当然カンボジアでもすごい小さいですよ、はい、で洋服作りに行ったら、はい、僕一人に対してカンボジア人の人たちが大人3人ぐらいであの寸法してくれるんですよ、首回りとか胴回りとか腕回りとかもうあの20箇所ぐらいやってくれるんですよ、もう時間にしても30分ぐらいかかってて、僕一人に対してそういう風にやってくれてるからあのまあね、こんな念入りにオーダーメイド作ってくれて嬉しいなと思って、であの測り終わって後日あの僕のところにそのユニフォームが届いたんですよ、でそのユニフォームあの見たらあの普通にあの規制のタグがついててM サイズって書いてあったんですよ、あの寸法にかかった時間一体何なんだろうって僕はそれ実際に着てみたんですけど、やっぱりダルダルで、でもそれはね M やもんね、はい、時間間に合わないから僕それ着たまま僕はあの国際大会に出たっていう、へえ、オーラかな、オーラかな、スローな国、はい、そうですいきますおお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 
に僕めちゃめちゃかかりやすい体質見たことあるかもしれない、はい、そうな感じやのに意外になんか真面目っぽい僕変に真面目なんですよ、うん、真面目な人間ってそのかかるまで一切信じないのにちょっとかかり始めるともう一気に入っちゃうらしくて俺すんごいかかりやすい催眠術師に褒められるぐらいすごいかかりやすいでバラエティでそれで仲良くなった催眠術の人を友達の芸人とか一般の知り合いとかとあの家に呼んで俺松田聖子になるっていう松田聖子さんになるって催眠術をかけられてでみんなに聖子ちゃんとか言われるともうね松田聖子として嬉しいんですよみんなが聖子ちゃん聖子ちゃん言ってくれるのは、うん、完全に勝ってるから、ね、勝ってるからそうなんもうそれが赤いスイートピー歌ってとか言われると、うん、うろ覚えなのに、うん、うろ覚えなんだけどなんとなく歌えてでみんなが湧くともうすごい聖子ちゃんとして嬉しいんですそれでプロの催眠術師ってすごいなと思ったのはプロとアマの一番の違いは何ですかって言ったらプロはあのパニックに対応することができるんだって、うん、で何をするかっていうと最初にかける前に安全装置としてうちのこうマンションのエレベーターのボタンを押すと催眠術は解けるっていう催眠術を最初にかけるんですよ、うん、そうしとかないとパニックの時でも表とか出ちゃうと危ないでしょ、うん、でも俺すんごいかかりやすいから延々と聖子ちゃんなんですよ、うん、で次第にみんなにあれ歌えこれ歌えって言われてるうちに今度聖子ちゃんとして腹立ってきてそりゃそうやなるほどねそりゃそうやそれなんかね天下の松田聖子がその当時の仲間なんて売れない芸人じゃないですかなんでお前らにあれ歌えこれ歌えって言われなきゃなんねんそりゃそうや聖子ちゃんとしたせなんでお前ちゃん付けなんだみたいな感じになってるんですよ、ね、ファンと自分ならいいけどお前ら芸人の下っ端だろそれが天下の松田聖子ちゃん付けってどういうことだってなってきてすっごいイライラしてきてしたら一人悪乗りしたそのお笑いが聖子ちゃんのおっぱいをギュッて掴んだんですよこれはいかんそしたら俺途端にうわーんって泣き出した上にブチギレて表の玄関のドアバーンって開けてそのまま俺階段を降りてっちゃったんですよあかんあかんだから外出ちゃダメそこまでかかること想定してないから、うん、泣きながら怒りながら階段をワーンって降りてっちゃって、うん、そっから先俺もほとんど覚えてないんですけど、うん、気がついたらマジに四ツ谷のサンミュージックのエレベーターのボタンを押してた、事務所が事務所だ聖子ちゃん聖子ちゃん事務所これで俺サンミュージックのあの入り口のあのところで、うん、あれ俺何やってんだろうって解けたから一気にどのエレベーターのボタンでもいいんですねみたいですこれでタクシーで追っかけてきてた仲間がどうなることかと思ったとワンワン泣きながらもう止められなかったからうわすげえ事件だなちょっとしたでもなんかその催眠術の人がもうびっくりするぐらいこんなかかる人は一生手元に置いときたいぐらいかかる面白いなあ、うん、あ、はい、後輩に、はい、都内でマッサージと催眠術が一緒になったところがありますって。すごいな、それ。まあちょっと気になるね。ちょっと気になる。ちょっと気になる。催眠術をかけてマッサージをしてくれるっていうお店があるんですよ。なので、めちゃめちゃ気になると。で、それどういうとこなん？いや、まあ本当に一回小本さん行ってみたら分かりますと。ただ僕ちょっと一回トラウマがありまして、7、8年前にそのとある番組の特番で。催眠術王決定戦みたいなのがあって8人ぐらい出てきてトーナメント方式でどんどん催眠術をかけていくみたいなで大体そういうのって芸人さんが結構呼ばれるんですよでまあいろんなこの予備催眠あってで催眠術かけていきますみたいなである人はちょっと金髪の結構振動と言われてるような催眠術の方が僕の方に来てちょっと君ちょっとやってくれるかって言ってでこの方の痛み消しますと、うん予備催眠も備えかけてないのにいきなり痛み消しますって言って俺の頭の上にカバラ乗せてハンマーでガーンと叩いてヒッターってなってむちゃむちゃ痛くないめちゃむちゃ痛いよほんでこういうようなトーナメントが続いてったらもう最終準決勝ぐらいになったら巻きがかかったのかもっと荒なってきておばちゃん一人出てきて俺刺して犬もうこれでしかないんですよ一瞬ピタッと止まるんですけど、うん、もう
ワンしかもう言いようがなくて、だん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 膝ついてワンワンワンって言うてたんですけど、もうそのトラウマが俺激しすぎて、俺その催眠術とマッサージで、いや言ってもいいけどかからんでって俺、いやでも絶対言ってください、ほんまにすごいこと起きますからって言って行ったんですよ。でここですって場所住所聞いて、でピンポンって鳴らしてガチャッと開けたら、あーどうもいらっしゃいませっておばはん出てきたら、その犬って言ってたおばはん、うわーってなって俺、おかからん、もう瞬間的に俺はもう無理と思ったけど、向こうは向こうで犬って言ったら俺がすぐ犬やったもんやから、俺は絶対かかるもんやと思ってて、うわ河本さんやんってなって、いやいやろ早くやろ催眠術やろやろやろってなって、フルテンションで来るわけですよ。怖、俺めっちゃ怖いわと思いながら、どうすんの催眠術、どういう風にかけられたいので、催眠術にかけられる一番の要望っていうのは男性が女性になれたいっていう願望らしいんですよ。女性の気持ちになってみて催眠術を受けて、それをマッサージすると女性の感覚で刺激が味わえるみたいな、そんなことあんのかみたいな。で僕は嫌ですと、僕はそれは嫌なんで、ってなった時にちょっと前にローラを異様なほど意識してたというか、まあ隣になる回数が結構多くて、ローラからものすごいええ匂いがしてて、あんまりローラのこと思ってないのにめっちゃ女やんって思ってもたんですよ。だから思わずそのおばはんにローラでお願いしますって。ローラにしてくれって言うだけ。いやいや、もうその方がもうそのローラになる、ローラに感じると、目の前にローラが来たように感じるから、すげえな、大丈夫ですと、ローラちゃん分かりましたって言って目つぶってください、で目つぶって10秒数える間に、あなたが今まで会ったローラの服装、そして感じ、そして匂い、それを全て思い出してください、10秒後目はずっとつぶったままですよ、10秒後私がパンと叩いて目はつぶったままでいてください、そしたらあなたは必ずローラが目の前に現れます。10、9でローラの匂い、無理やと思うねんな、ローラの感じ、ローラの服装とかでいろいろバーッとやってて、3、2、1パンってやったら、そのおばはんが俺の耳元でローラだよ。無理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 。いや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 、でも耳元でローラだよって言われた。でもこれ笑うと思ったら全部がおじゃりになる。もう金額も払ってます。オプションで催眠術もつけてるんですよ。これも何としてでもローラと思わなあかんと思って、僕は目つぶったままローラ来てくれたんだねって俺ずっと乗ったんです、もうほとんどかかってないです俺、ローラ来たんだね、来てくれたんだねって言ったら、そうだよそうだよローラ来たよってずっと言ってくれて、でもこの感じどうやって言うてんねやろと思って薄目開けたらこうやってたんですよ。これはもうこれはきつかったです。でもまあもう本当に12月いっぱい、去年の12月いっぱいで終わったんですけど、俺が終わったんですよ、はい、すごい店よな、終わりました。え、今行きましょう。あ、これやばい。まあお辞めになった方なんですけど、まあ僕本当にハート強いなと思う人って結構今までね何か見ますけど、あ、この人すごいハート強いなと思ったのが、あの吉本新喜劇にいらっしゃいました別所誠一さんという、今はもうお辞めになられたんですけど、僕入った時には別所さんいてはったんです。で僕も本当にもう右も左も分からん状態、入って2週目ぐらいですかねの時に、別所さんっていう方は僕子供の時になんか ABC かなんかの漫才グランプリ取り張ったな、失礼ですけど、それぐらいの記憶からもうだいぶ時を経て、見たら、新喜劇にいらっしゃる別所さんで、なんか上下迷彩の服を着てるんですけども、上はジャングル的な迷彩、下は砂漠的な迷彩着てて、お前どこ隠れんねんみたいな、ちょうどジャングルと砂漠の境目にねえな、それはもう敵から見つかるよっていう迷彩やけども迷彩じゃないみたいな、迷彩の喧嘩、迷彩の喧嘩、喧嘩ね、されてて、あ、別所さんという方が、はじめまして、小籔です、小籔です、あ、迷彩やなとか思いながら、で、まあ、その先輩やったんですけど、で、まあ、どういう芸かっていうのは、まあ、昔にその漫才を見たことあるだけで、新劇の、笑いの取り方みたいな、僕ちょっと存じ上げなかったんですけど、まあ、ちょい役というか、大先輩ですけども、ちょっとしか出てない感じやったので、で、初日っていうのがありまして、まあ、火曜日の一発目、新喜劇をやったら、その合間にダメ出しっていうのがあって、はい、
演出家とか、まあ、座長とかも全員が男性楽屋に女子も男子も全員集まって、揃った状態で、さっきの新喜劇は公演時間52分でした、で、ダメ出ししていきますみたいなので修正ポイントをいくつかこう言うていって、うん、あ、こうしようかこうしようかとかみたいな話なんですよ。でも全員集まってるんですよ。で新喜劇って結構登場系のギャグが多いんですよね、はい、まあ、お邪魔しまんにゃわとかごめんくさいとか、うん、いろいろあるんです、お邪魔しますかとか、うん、なんかそのいろいろたくさんあるんですけど、うん、本当にまあ最近もう若手とかみんな考えてるんですけど別所さんが言うてた僕あのお邪魔します系ギャグが一番ドキも抜いたというか、うん、最初ですから勉強する気満々なんでもう袖で僕の出番終わったらすぐずっと見てるんです。ほんだからさっきのその迷彩が喧嘩してる人がベストさんがですね、こうバーって、やって、あ、この人出はんねやと思ったら、バーっておまわりさん出て行ったんですよ。だから、うどん屋さんの中入ったら、てんててんててんてん、お邪魔しませんって言うんですよ。もう、うどん屋さんの中に入って、お邪魔しませんって、もうむっちゃでっかい声。それが、お邪魔しませんとか、うん、ちょっと笑かそうとしてる言い方とかじゃなくて、うん、まあ、これはあの時のスタッフは腕のない僕が思ったわけですけど、お邪魔しませんっていう、もうそんな言い方絶対受けへんやんっていう言い方。笑いに取りに行く感じじゃないもんね。僕それ外で見ててもうどぎも抜いて、いろんなたくさんのレジェンドたちのお邪魔します系ギャグにそんなペラペラなナイフで立ち向かうんかこの人は。しかもそれがペラペラかも分かりません。それをすごく研いで綺麗にしてたらああそういうのもあるなと思うんですけども全然研いでないです。言い方で何の工夫もしてないです。お邪魔してるのにしてないという裏返しのギャグで、ごめんくさいとかそういうのに立ち向かおうとしたんだ。聞いてられんよ。いや、それはその時当時のこの僕、うん、はい、売れなかった新喜劇入りたてのもう勉強したってしゃあない時に思った当時の僕が思ったことであって今ではないです、はい、当時の僕は思ったことです、うんうん、すごいなと。すごい、お邪魔しません。まあもちろん僕そんなギャグで、うん、まずこの NGK わかったって忘れずと来たでや。やめてはんねんから。もうやめた、やめてはるし、やめてはるし、テレビじゃないから言わせてください。これは悪口ではございません。ね、吉本新喜劇、後に座長となる男が最初に見たお邪魔しませんの感想である。これは別にその歴史的文献であって、別に悪口でも何でもないです。当時の僕は思いました。てんててんててん、もう800、900のお客さんがパンパンの中、はい、内場さんも出てはる、チャーリーさんも島木さんもメダカさんも出てはるところに、さあみんなが笑いを取るぞ、初日皆さんめっちゃ気合入ってます。そこでてんてれんててんてん、お邪魔しません。もう絶対受けへん。すごいなこの人。ほんなら内場さんがお邪魔しませんって言ったら、いやお邪魔してますやんって言うてるんですよ。あ、言うてくれた。それやっぱり同業者としてパッと見た時に、まあ大先輩でありますが、うん、あんまりやる気ないツッコミやなと思ったんです。そう、やる気ないのはそうじゃなくて、お邪魔しません、いやお邪魔してるかなとかは受けないじゃないですか、はいはい、なので、あ、多分これぐらいの受けの時はやっぱこれぐらいのツッコミという、まあ、はい、内場さんのツッコミの音程も100点ですから、まあ、まあ、いやもうお邪魔してますやん言ったら、あ、失礼しました言うて普通の話に行くんですよね。もうそんな小さいその滑るこのかけらなんで掘り込もうとしたんやと。すぐにそこからなんかまたネタがあったりとかするならきっかけとして滑ってもそこからあるならいいんですけど、お邪魔しません。お前味しすぎやろほんまに。ストライドストライド長いな、長持ちするガム、もうガムやったほんま味ないわ、もうもうええわ。いや現在めちゃくちゃやんか。もう現在の皆さんは、はいはい、本当にそういうふうなことを思わないかも分かりません、はい、僕も今それを見たら別に何も思わないかも分かりません、はい、ただ勉強したってしゃあない当時のこの28歳の僕はそう思ったわけですよ。で、お邪魔しませんって、滑って帰ってきはって。で、僕はそれよりもっと小さい役やったんで、心の中で、いや、まあ、あんなけしか受けへんねんさ、役変わるやボケとか心の中で思いながら、若い時やな、もう嫁はんにビッグマネーをパスしたいと思ってる盛りですから、滑ってる先輩にすごく異常に腹立ってたんですよ、はいはい、まあ、すごい腹立やなと思って。で、それが終わりまして、ほんで、あの、みんなが集まるわけですよね、この楽屋の中に。ほんで、こう、作家の人が東京弁の方なんですけど、じゃあダメ出し始めますみたいな、すごい業界の方で、時間はみたいな、57分です、はい、57分ありました、ちょっとね、あの、長いのでカットしていこうと思うんですけどもって言って、もう全員がピシッと集まってるわけですよ、うんうん、一発目に「別所君、あの、お邪魔しません、やめとこうか」って言われたんですよ。
いろんなダメ出しで、はっきり言ってあんな細かいギャグから言うことなんかないんですよ。普通はもっと本編の 2K の流れ、チンピラが来てからどうするか、あっこの暗転どうするかという大きな問題がいっぱいある中で、全員きちんと集まってピシーンって静かにするところで、ベスト君お邪魔しません、やめとこうかって言われたんです。僕もうめっちゃ笑いそうになって僕もう下向いたんです。もう太ももの内側つねりながらバレたらあかんと思って、ベストさんなんて言うかなと思ったら、ベスト君、お邪魔しません、やめとこうかって、はい、わかりました。ハート強い、早っ、ハート強いって分かってたんやろうから、普通ね、あんだけたくさんの中でベスト君、お邪魔しません、やめとこうかって僕もし言われたら、あ、すいません、わかりました、いや、はず、いや、すいませんね、ほんまに全然受けなかったですわとか、言い訳したりとか、はい、わかりましたとかじゃないですか。はい、それが、ベスト君、お邪魔しません、やめとこうか、はい、わかりました。すごいハート強いなと思ってびっくりしましたね。まあそういったベストさんのお話でございます。ありがとうございました。悪いではございません。当時の僕が思った、お前すごいな、このイベント7時間ぐらいあろうと思ってた。すごい長すぎる。お前一発目短めに行く的なこと言うてたの。めちゃくちゃ長いよ。めちゃくちゃ長い。テレビであんまりね、やっぱりこう、まあ、ライブやったらまあね、ちょっとご用意、ライブならではのね、はい、ありがとうございます。バリがすごいわ、バリが。じゃあ行きます。行きます。そうですね、まあ僕にも兄がいまして、はい、これがですね、もう本当にデリカシーがないんです。ああ、ないですね。もう人の心にもずけずけと土足でね、入っていくんです。で、我々千鳥兄弟ちょっと前にですね、山本寛斎さんが、武道館でショーをやるっていうんで我々も呼ばれまして、もうそうそうたるメンバーの中に我々千鳥兄弟も参加したんですよ。モデルでってこと、モデルというかちょっとショーなんですけど、はい、ほんでそろそろ本番、本番というかリハーサルなんで、舞台降りてくださいみたいな、降りていったらその黒子の方が太鼓叩いたり物運んだりしてあるんですけど、その舞台監督の方がマイク持ってものすごい怒ってあるんですよ。もう会場シーンなってものすごいピリピリした空気なんですよ。で、黒子動きが遅い言ったら、黒子の人が、はい、声が小さい、はい言ってもシーンってなってる中に、政治がジュニア見てみ、黒子めっちゃ怒られたんぞおいって書いて、お前今こんな子来ちゃうやろなんでやねん思ってこの前終わって、ほんでさ、その記者発表本番です。ほんなら前に上戸彩さんがいてて、でもみんな着物着て、男性陣は時代劇なんで刀差してるんですよ。上戸彩さんがパッて振り返って、これ聞かんでええのに、政治にその刀って本物ですかねって聞いたんですよ。ほな政治が、ああ、本物や、うわーすごい、嘘に決まってるやろってなんで一回泳がしたんやと意味が分からんパッて見たら、その一連の政治を見て相川翔さんが腹抱えて笑ってた。兄ちゃんおもろいな。よう分からんわ。よう分からんですよ。じゃあ星野、僕じゃあ、河本がねちょっと出てない、まあこれらはありますよ、はい。去年、仮面ライダーの声優のオファーが来て、ありがとうございますみたいな、敵役です、で、仮面ライダーのもう40年の歴史の中で最強の敵です、いいんですかみたいな、あれ一生懸命やらせていただきますみたいな話を受けて、その日飲みに行ったのがスピードワゴンの井戸田、井戸田中ハンバーグ氏ですね、で、行った時に今度実はこういう仕事が来たんだ、あ、そうなんですか、僕実は特撮もので仮面ライダーじゃないですけど違うシリーズで出たんですけど、結構あれ大変ですよみたいな、アフレコ言うても、どんな感じなんって言ったら、やっぱりお子さんがメインのお客さんなんで変なことはできない、なのに連れてくるのはお父さんお母さんなんで、大人だけが気づいてちょっとクスと笑えるようなやつをやってください、そういうなんかノリがあるんですって。で、僕の時は負けて爆発する時に爆発音に紛れて甘いっていう、なるほど、これで親御さんだけが気づいてちょっと笑うみたいな、そんなんありましたよ。小林さんもなんかあるんじゃないですか、ああそうやな、ちょっと頑張るわって言うたんですけど、僕あれよく考えて、僕それちょっとフレーズみたいなのがないんで、ないんですよね、はい、はい、どうしようかな、なんかどういうふうに言われんやろうと、そこから台本が届いて見た時にちょっと青ざめたんですけど、えっってなったんですけど、
うわこれどうしようってなって、でまあ当日この録音スタジオに行って、うん、でまあ僕本当最強の敵で一人であの仮面ライダーを何人もなぎ倒すんですよ、うん、でこんなやつに勝てっこねえってライダーがなった時、さらにダメ押しとして自らが巨大化して、うん、俺を止めない限りこの地球は闇に覆われるみたいな、うん、ものすごい役やったんですよ、うん、その巨大化する時の一言がルネッサーン。これはキャスティングした人なのか監督なのかプロフィールだけで、あこの子見たことあるよ、あのルネッサンスやる人だねみたいな、ごちゃになってたんですかね、全然違う、ルネッサーンって巨大化して倒す、もうほんまに入れた後すぐ上着腕にかけて走って帰りましたね。恥ずかしくても言ったのは言うてね、一応言うて、渡辺53世の仕事奪っちゃったね。53世やったとしてもルネッサンスの意味分かれへんからな、巨大の時しかも違うし、大変でしたね。いやいや滑らないですね。さあまだ当たってない人が全然いますよね。小籔ホッション、これ来るからね完全に。小籔、はい、あの僕割とこう心の中で、うじうじ思う方なんですけど、別に相手にそんな激高するタイプじゃなかったんです、うん、僕前漫才師やってたんですけども、まあ、8年ぐらいコンビ組んでました。もともと中学校の、バレーボール部の友達と一緒に、コンビを組んで NSC に入ったんです。ほんだらまあ高校の時なんてもう夏休み40日ぐらいあったら37日ぐらいはもう毎晩絶対ファミレス行ってドリンクバーでずっと朝まで喋るぐらい仲良かったし、うん、だからそのこの世界入った時にお前らコンビでよう仲ええなとか、なんか喧嘩せえへんのとか、え一緒に居酒屋おるやんとかよう言われて、うんみたいな、なんでそれが友達やしみたいな、で別に腹立つこともなかったんです。ほんならよそのコンビの人らがだんだん同期の人らも相方腹立つわとか、ほんままあコンビってね割とまあ殺したるかとか、いつも腹立つとか、まあ先輩も言ってたりとか、同期も言い出した。でもまあ別にそんな腹立つとか何やったら殺したろかなんて思うこともないね。でも相手のお父さんお母さんの顔も知ってるし、うんと思ってたんですね。で、僕がこうネタをずっと変えてたんです。で相方も別にその腹立つこともずっとなかったんですが、ある時、まあ、僕がファミリーレストランで僕ネタ変えてて できたらこう渡してたんですね。でずっとこう詰まってる、全然思いつかない、ちょっとやばい今日までに思いつかなかんのにな、普通やったらこう相方もなんかこんなんはとか言うてくれるんですけど、その時何も言わずなんかボーってなんかこんな感じでこうしとんですよ。こっちはもう一人でずっと変えてるのになんかあえてなんか、ほんで途中でしょうもないなんか白玉のなんかスイーツみたいな頼んで、え今とか思いながら、それ僕はずーっとこう考えてるのに、まあだからといって何も食わずこうおれっていうことはないけど、もうちょっと気を使えよというか、ほんでまあカチャ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 みたいなってなってて、でも僕もぐっと考えててぐっと腫れてたら、考えてる時そのそいつは大体そういうちょっとガサツな部分もあったんですけど、同じ空間でおる時に鼻歌でっかい声で歌うやつちょっとおるじゃないですか、うん、いやもう考えられへん、なんでそのお前が別にその一人だけでおるわけちゃうのになんで大きい声で鼻歌歌うの、まあ、そういうタイプやったんですけど、それまで全然腹立たなかった。その時には全然流行ってる歌じゃなかったんですよ。もうそれから大ヒットしてそのだいぶ経ってからやのに急にでっかい声で歌い出して、もう恋なんてってこう歌い出したんですよ、うん、まあ今、まあ、まあ大ヒットですけど、今は別に流行ってる時じゃないのになと、もう恋なんてしないとか言わないよ絶対に、殺したるかお前間違うてるやん、いやーな言わないよ絶対にマッキー言えへんやん、それから仲が悪くなってきて、それきっかけむちゃくちゃ腹立ったあれよしないとかそんなん入れへんそんなん何やそれ自分が選んでな、ね、腹立ったんだよコンビ同士はね。さあ、あホッションだけがもう出てないんで、ね、ね、じゃあ村本、あ僕はじゃあ、ね、はい、はい、反省の意味を込めて、私しっかりと出します。しかない、しかないですから、私がしっかりとここで。はい、わかりました。はい、ご覧ください。僕はあの吉本新喜劇というところにいまして、幕上がったら50分間トイレ行けないんですよ。ここまでの放送は
日産自動車花王とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。僕ですね、なかなか台に行きたくなっても行かないタイプなんです。これで結構いらっしゃると思うんですけども、なあんまりとかみんな言うんですけど、中には俺もそうやでとか言う人いるんですよね。行きたいなと思っても誰かのお話聞いてる時に行きたいなと思ってもこの話聞きたいなと、なるほど、オチ聞いた、うん、次僕もなんか思いついたからまた言う、どん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 こう便宜だけがこうなっていって、うん、結局なんか漏らしてしまうみたいなことが年に 2,3 回ぐらいあるんですね、うん、で僕割と早く行かなあかんなと思うんですけども、なかなかこういつまでもその癖が抜けないというか、うん、で僕あの吉本新喜劇というところいまして、うん、幕上がったら50分間トイレ行けないんですよ、うんうん、でまあ舞台上でもなかなか漏らしてしまうことも多々何度か1年に1回ぐらいはあるんですけど、そのまあ全部ってことじゃないんですけども、その握り拳代7割出てるんだよ、2割なんですけど、2割だけ挟んだまま、まあ、新喜劇を終えるということもまああるんですよね、もう仕方がないことだったで、まだですね、僕はあの今もそうなんですけども、座長になる前、本当に入りたてから2年目ぐらいの時、本当に演技が下手で、ちょっと英訳させていただくんですけども、演技が下手なんです。真面目な役で、本当にあの土下座のシーンで謝らなければならないところとかでも、かっちゃんすまん、騙すつもりやなかったんやみたいな、もうこの棒読みでぐっと締めなあかんとこでも、大阪のおばちゃんがけたけた笑うんですよね。で僕としてはもう締めたい、真面目にしてる、一生懸命やってるんですけども、全然毎日毎舞台おばさんがこうクスクス笑うんですよ。僕はこれちょっと迷惑かけてるなと思ったですね、まあ、一番偉い桑原師匠という方が来て、はい、おい小籔お前あそこなんで客笑うか分かってるかと、いやすいません僕はちょっと棒読みで下手くそやからです、いや違うお前気持ち入ってない、ね、ほんまにそのすまんという気持ちだけを考えてたら演技上手い下手な関係ない、他のこと考えるな、本当に申し訳ないという気持ちだけであそこ望めば絶対お客さんが笑えへんって言ったんですよ、うん、あそうですかすいません、いや僕それ以外も考えてないんですけど、いやお前は考えてる、見てたら分かる、うん、まあ一番偉い方ですし、もう大ベテランですか、うん、そうなんかな、やっぱりそうかと思って、次の舞台に挑んだんですけども、パラパパパパパラパパパパ言うたぐらいでもう9割行きたかったんです僕、うん、次の舞台何やこう喋りながらこうしててあーっともうなんか行けたら行こうかなぐらいの感じだったらパラパパパパ言うてもって、うん、あっとこれ50分かと思ったんですけど、まあお芝居ずっとしてたんですね、うん、出ずっぱりやって、ほんで僕はちょっと喋って後ろずっと待つシーン結構長かったんですけども、そこでもう100ぐらいになって思ったんです、もうなんか一歩も歩かれへんぐらい、なんていうんですかねもう俺が俺がっていう感じで で僕はもう立ってられへんっていうか立ってはおるんですけど、一歩も歩かれへん状態でこう、ま、足をこうクロスしたりとか、しながら人の話こう聞いたりとか、ちょっとこけるんもみんなこけてますけど、僕ちょっとトトトトぐらいでちょっと我慢したんですけど、もう全然ここに意識いってもうて、もう全然出るとうわこれやばいと思う、だからまあいつもの緊急の握り拳台だけ出して、でそれはええんやもうな、やっと歩けますから、100の状態じゃなくて 20% 出したら腸が 80% になった時には歩けるようになるんで、よしここやと思って握り拳台をガッといったわけですね。ほんであっと、でもいつもやったら歩けるんですけど、その時は俺も俺もってなってきたんですよ、あいつだけ順位は全然僕はその差別してる気持ちはなかったんですけどそう 20% 出したら俺も俺もってなってきて、また100になったんですよ、うわこれやばいなと思ったら土下座のシーン来たんですよ、あかんこれお客さん俺の方全部見るわと思って、しかも土下座のシーンですから体勢的に来ないなるんですよ、あかんこれ絶対出てまうわどうしよう思って、ほんでゆっくり言ってですね、かっちゃんすまん騙すつもりはなかったんや言うたら、お客さんから拍手来たんですよ、そのいつも笑いが来るところが、でもそんなん考えると僕はもうトイレ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 しか考えてなかったんで、まあ、幕閉まってその後すぐバッ走っていったんですよ、で、まあ握る拳台とで俺も俺もというのも全部あの浄化して、はい、でまあ楽屋の方に戻っていったんですね、そしたら桑原師匠がですね、お前さっきの舞台良かったぞって、ああありがとうございます、あのなさっき舞台でやったこと次の舞台も同じことをやれって言います毎回パパもらったから毎回よ俺桑原師匠という方は本当に偉くてめっちゃ尊敬してもう大ベテラン新喜劇で一番偉いんですけど、僕その時思ったんが、なんやベテランのアドバイスで当てならんなたまたまやそうなんだ、お前はあの時は謝ることしか考えてなかった、いや嘘つけよもう言うこと聞かんとこうそんなことないか、やらないよベテランのこと当てならん聞いてた桑原師匠は桑原師匠はお前桑
私はもう尊敬してるんですよ。一番めっちゃすごい人なんですけども、あの方のアドバイスは当てならん。自分でワンテープさせてる。当てならん。いきます。はい。ジュニア。はい。ちょっと前なんですけど、はい、うちの、まあ、マンションの敷地の奥まった、うん、まあ、どっからもこう見えないちょっと奥まったところに、はあ、住人だけが使えるちょっとしたバーベキューができるスペースがあるんですよ、うん、でそこで、まあ、みんな芸人20人ぐらい集まって、うん、バーベキューしようかと、うん、で昼ぐらいに集まって、うん、で、まあ、いろんなこうデリバリーでいろんなもの頼んだりもしながら、うん、お肉焼いたりしながらみんなキャッキャーでやってたんですよ、うん、ほんでそこがあの使えるのが夜の10時までなんで、まあ、9時半ぐらいに、うん、いや楽しかったな、まあ、ぼちぼち片付けようかなんて言うてたら、うん、ああああほんまやほんまやみたいな24、5の男が入ってきたんですよ。入ってきた。で、え？赤いの。え？その敷地内ですよ。え？え、何何？いや、俺NSC 行きたいんです。うわー。うちはね、あの養成所。え？般若みたいになりたいんです。何の君？いや、昼前の出前頼んだでしょ。俺あそこでバイトしてて、ここ持ってきたやつがここでチアラジュニアがバーベキューしてるって言って聞いたから、これ包み込んできたんですー言って、いやーかなんな、あーちょっとあかんあかん、入ってきたあかん、ここあー言ってちょお名前だけじゃ教えてって名前だけ聞いてよね、帰ってもうて、あかんあかんあかんで、そのまあデリバリーのところに電話した、まあ営業時間外ですと、そうよ、明日電話する、明日電話する、次の俺電話してこういうことありましたと、すいません、じゃあのちょっと確認取ってみますみたいな、折り返しますって言って、うん、しばらくしたらまだかかってきて、うん、本人確認いたしましたところ、うん、確かに行ったと言ってますと、うん、まあ、大変申し訳ございませんでした、うん、いや申し訳ございませんでしたって、うわ、その来た人が言うってことは言った人がいて、うん、っていう、その辺はどうなってるんですかね、うん、って、いや、あの誰が言ったとかっていうことではなくてですね、うん、あのアルバイト全員でチエラジュニアがここに住んでいるっていう情報をみんなで共有させてもらってますと、うん、いやいやいや、おかしい、おかしい、おかしい、共有、いや共有、え、おか、そうだ、今このご時世、個人情報がどうだ、僕一応こういう仕事してるんで、例えば生放送やってると家にいい品とかでねえみたいなことが怖いから、ちょっとちゃんとした上の方と一回今度ちゃんとお話ししましょうって言って、分かりました、申し訳ございませんでしたって言って終わったんですよ、うん、次の日みんなでまだ夜ご飯食べようかーったら電話鳴って、出たら、ああ、あれやけどなーって、政治なんですよ、政治なんですよ、政治が俺に電話してくることなんてまあないですよ、ああ、なんかバーベキューしてえらい揉めたらしいね、ちょっと事細かね、ちょっと説明してくれ、ベロベロなんですよ、何、えらい揉めてるらしいやんけ、ちょっとどういうことか、ちょっと説明せえ、いや、まあまあかいつまんでご飯みんな食べようか言うてる時ですから、まあまあこうこうこうでこんなことでこうやったから、まあちょっと一回話しようって言うてんねん、ああ、そろめなんとかなれんのか、ブロブロなんですよ、なんとかなれんのかやくて、ちょっとあの話しよう言うてんねん、だからそれなんとかお前丸くお前収められんのか言うてんねやんけ、お前のなんか知り合いかなんかのあれか、いや知らん、俺全然知らんねんけど、何とかなられんのか、いやいや、だからもうこれしゃあないと、もういいこと細かにこうこうこうでこうして、こういう人が入ってきてこうで、呼んであの話しようかっていう話をしてるだけやねん、分かった、ほんなら徹底的に行こう、どっち側やねん、ちゃうねん、何やねん、何がやねん、いやじゃあ、いやいや何がやねんなくて、え、これ何の電話やねんそもそもと、うん、だから俺らめ丸く収めたいだけやけんこらーいやいや丸く収めたいやつが徹底的にこう、いやもうおかしいやんけど、何がやこらー、あれ、あ、分かった、お前もうだいぶ酔うてるから、うん、ちょっと来いと今から、うん、ここで俺も全部説明するから、なんで俺ら言わなあんねん、お前が来いこらマジか、分かった、俺ももう腹立ってきたよ住所言えと、知らんけど、知らんかった、俺分かった行くわ言って、うん、電話切ったらもう周りは
どうしたんすか、どうしたんすか、ジュニアさんって言って、いや、ステージがな、兄弟喧嘩ってなって、ステージって知らんから、ほんで俺、行ったんすよ。もうブルブルなんですよ。でよくよく聞いたら、政治の知り合いの知り合いの知り合いがそこでアルバイトしてると。うん、それがなんか政治の耳に入って、ああ俺に任せとけ、全部そんなもん丸く収めたるわっていう、あの何の脈絡もないええかっこしい精神がアルコールにより飲まれて支離滅裂になるっていう、もう最悪の仕上がり。でもとにかく政治さん、今日はもう帰りましょう帰りましょうって帰ったんですよ。今度俺もう腹立って、はい、何やってん昨日と、うんうん、ほんで朝起きてさすがにもう一夜明けて、うん、もう酔いも覚めてるから、うん、昨日悪かったな俺ちょっと酔うててな、うん、みたいなことに、うんまあ、なるやろな思って電話して、はい、お前昨日のあれ何やねんお前がわけのわからんこと言うからやろおらーって俺いやお前が酔って電話中で何やねんよかったあの冷静になれと俺説明したるわお前電話してきてで説明してくれ言うたよなでした丸く収めたい言うたよな言うた俺説明したなしたほんなら徹底的に行こうって言うたよな言うたいや丸く収めたいって電話してきたやつが徹底的に行こうってお前言うてることおかしい思えんかってな今ちょっと忙しいからって決まるじゃん電話おぉええ待ってと、まあ、折り返し来るやろ思ったもん全く電話ならず1日たち2日たち3日たち仕事でもそんな一緒にならないですよ4日たち5日たった日に新宿のルミネっていう我々の劇場で夜の7時から2時間の千鳥兄弟 そのライブがあるんですよ、うんうん、あーちょっと忙しいからって切られて以来大手ですよ、うん、ここであの話かと、うん、舞台もあるしんだい結構ここはもうやっぱプロとして、うん、お前どういうことやねんおい大手で悪かったなのその一言でもうリセットして、うん、ほんまやぞでもう舞台に集中せなしゃあないと、うんはい、楽屋で待ってたね10分経っても20分経っても来ないんですよ、うん、え政治え来てんのかみたいなんてほらスタッフが「あジュニアさん7時なんで、はい、お願いします」って「ええー、って俺パーって袖行ったら、うん、あいつ俺と会わへんように袖でずーっと待ってたんですよあらここでもうすぐそこ舞台ですからねええー、思いながらでもここでよこの間悪かったなほんまやぞでもう切り替えてリセットして出るしかないよ思って、うん、お前この間何やねんあれお前がわけのわからんこと言うからやろまだ言うのマジかってなって俺もさすがにお前こらーってもうこれぐらいの距離で袖でよドンチョ入ってるんですよ出囃子だってもう照明ついてるんですよもうお前が酔ってわけのわからん電話してきたやろ何がやねんみたいなほらもう舞台監督はもう出てほしいけど二人がそんなになってるから何にも言えないんですよそれずーっとずっとこうやって俺らになんか、ね、声かけられんからさっきやってんじゃんもうあんまり出てけへんからお客さんざわ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 なんで出てけへんのなんで出てけへんのなんてこれはもうしゃあないわ思ってもう出るしかないとお前が一言謝ったらすぐ話やろ思ってもう出るしかない思って一歩二歩ぐらい行ってもうぶった行ってるかでんかギリギリのとこで政治が俺の耳元でめっちゃちっちゃい声でごめん泣いたねん泣いたねんなんかあったんでしょうね最後のプライドみたいなうっとうしいやー滑らんねすごいな
Solace in the depths, a story to extol.